グラナダテレビ制作、シャーロック・ホームズの冒険、ベーカー街 221B、間取りの研究。こんにちは、元 MB サポートの管理人です。本日は、グラナダテレビ制作、シャーロック・ホームズの冒険、ベーカー街 221B のセットの考察です。マンチェスターのグラナダスタジオの倉庫に作られた 221B の室内セットの間取り、建具、家具、小物など、ブルーレイ、ウェブサイト、書籍を参考に、私が調べた名称や用途を列挙します。この内容は私のウェブサイトで2010年7月4日に公開したベーカーストリート 221B の間取りに端を発し、2015年4月11日にブラッシュアップしたウェブページを元にしています。はじめに。ベーカー街 221B とは、指紋探偵のシャーロック・ホームズと相棒のジョン・ H ・ワトソン医師が共同生活する場所であり、ワトソン夫人から間借りしています。2010年7月4日に 221B の間取りをウェブサイトに掲載しましたが、間違いがあることが分かりました。今回はブルーレイ、メイキング写真、フリッカーに掲載された写真を参考に、建具、家具、小物をマイクロソフトオフィスエクセルで作成しました。なお、貴重なロンドンフィルムミュージアムの写真もインターネットで閲覧しましたが、今回は参考にしませんでした。映像作品は2012年12月4日に発売されたハピネット社のシャーロック・ホームズの冒険ブルーレイボックスを参考にしました。メイキング写真は1998年8月1日に発売された九龍堂 NHK テレビ版シャーロック・ホームズの冒険を参考にしました。フリッカーに掲載された写真は1987グラナダスタジオに掲載されたマンチェスターにあるグラナダスタジオで撮影された写真を参考にしました。劇中で役者が触れない小道具の写真もあり、大変参考になりました。インターネットには観光で撮影したグラナダスタジオ、あるいはロンドンフィルムミュージアムの写真も見つかりました。しかし劇中 221B で使われたものとは違うと思われ、今回は参考にしませんでした。もちろん貴重な写真を掲載している方々に感謝いたします。元はテレビシリーズが撮影されたマンチェスターのグラナダスタジオにありましたが、その時は 221B で使われたアイテムを展示していたのかもしれません。ロンドンフィルムミュージアムの写真はダイニングチェア、ビューロブックケース、ホームズの机、陶製ソファー、オイルランプ、顕微鏡などが 221B で使用されたものと違います。白い暖炉はそっくりですが、細部のデザインが異なります。もしかするとリペアした結果なのかもしれません。一方、ガソジンと呼ばれる炭酸水製造機、食器、カーテン、壁にかけられた絵は劇中で使用されたものと思われます。おそらくこれらの展示物は雰囲気を楽しむ観光向けなのかもしれません。いずれにしてもファンとしては嬉しい限りです。目的。この間取りは映像作品シャーロック・ホームズの冒険全41話をより深く楽しむために作りました。 221B のあそこにあった家具のあそこや家具の共通認識に重きを置き、名称の是非は今後の課題です。文学作品には原作者サー・アーサー・コナン・ドイルが表した作品を正しいと書いて聖典、あるいは聖と書いて聖典と呼び、原作者の死後他の作者によって表された作品をパスティッシュ、あるいはパロディと呼びます。一般的な考え方はグラナダテレビシリーズよりも聖典ですが、このページでは聖典よりもグラナダテレビシリーズと考えています。例えばホームズとワトソンが同居を始める聖典の最初の物語、ヒーローの研究の第二章、推理の研究には、 They consisted of a cup居心地が良さそうな二つの寝室と広々として風通しの良い居間があった。立派な家具が備え付けられており、二つの大きな窓から日が差し込んでいたとあります。ところがテレビシリーズの居間には三つの窓があり、晴天に重きを置くと出花をくじかれてしまいます。このためテレビシリーズで解決できないことは晴天を参考にしましたが、その逆は無視することにしました。なお、聖典を参考にした 221B の間取りは海外のウェブサイトに公開されています。
興味のある方は参照してください。全41話のシーズン番号とタイトル。10年間続いたテレビドラマのため、途中で変更される家具やアイテムもあります。これらの変更が加えられる時期は新しいシーズンが始まる時です。しかし日本で放送された時、シーズン番号やシーズンタイトルの冒険、思い出、帰還、最後の挨拶、事件簿などの概念はなく、すべてシャーロック・ホームズの冒険になっています。収録されている物語も聖典とは異なります。これは各物語のオープニング映像でグラナダテレビジョンプレゼンツと表示された後のメインタイトルで確認できます。ただし長編は省きます。なお聖典では短編ですが、ドラマ版では長編になっている物語、犯人は2人、サセックスの吸血鬼、未婚の貴族があります。さらにブルーレイに収録されている順番も英国での放送順とは異なります。念のため次にシーズン番号、シーズンタイトル、物語のタイトルを表記します。括弧内は現代と略語です。掲示板や文字数制限のあるツイッターではタイトルが略語になっている場合があります。第何話と放送順が急流堂の書籍とブルーレイ、あるいは英国放送順と日本放送順が異なります。ここでは追及しませんが、英語版ウィキペディアのリストオブシャーロックホームズエピソードズで調べてみるのもいいでしょう。第一シーズン、シャーロックホームズの冒険、全7話、1984年。第二シーズン、シャーロックホームズの冒険、全6話、1985年。第3シーズン、シャーロック・ホームズの帰還、全7話、1986年。スペシャル版長編、1987年。第4シーズン、シャーロック・ホームズの帰還、全4話、1988年。スペシャル版長編、1988年。第5シーズン、シャーロック・ホームズの事件簿、全6話、1991年。スペシャル版長編、全3話、1992年から1993年。第6シーズン、シャーロック・ホームズの思い出、全6話、1994年。物語の題名はブルーレイボックスに記載された題名を参照しましたが、いくつかの題名を私は間違って使うかもしれません。私が間違いやすい題名は以下、最後の事件と最後の冒険、空き家の怪事件と空き家の冒険、バスカビル家の犬とバスカビル家の犬、レディ・フランシスの失踪とレディ・フランシスの叱責、高名の依頼人と高名な依頼人、未婚の貴族と独身の貴族です。長編未婚の貴族の放送から約1年が経過したシーズン6では、家具やアイテムの変更が著しいため、今回は深く掘り下げていません。また NHK で放送された映像はカット編集されているため、このビデオの内容と辻褄が合わないかもしれません。ご了承ください。映像化されなかった物語、19話。映像化されなかった物語は19話あります。長編ヒーローの研究、花婿失踪事件、オレンジの種5つ、義士の親指、緑中石の宝冠、黄色い顔、株式仲買店員、グロリア・スコット号、ラインゲートの王子主、ブラックピーター、3人の学生、スリークォーター失踪、長編恐怖の谷、最後の挨拶、3人のガリデブ。この物語に関しては、グラナダテレビ版では、マザランの宝石と合体しています。白面の騎士、ライオンの盾紙、隠居絵具師、覆面の下宿人。ブルーレイ収録順と日本放送日。ブルーレイに収録されている順番、いくつかの物語が英国放送順と異なります。必要であれば、ビデオを一時停止してご確認ください。
主な出演者。主な出演者はシャーロック・ホームズ役にジェレミー・ブレッドさん、ワトソン役はシーズン1から2の最後の事件までをデビッド・バークさんが演じて、空き家の怪事件から始まるシーズン3から6までをエドワード・ハードウィックさんが演じます。ワトソン以外の主要メンバーは全シーズン交代はありません。このビデオのチャプター、このビデオのチャプターは10個あります。チャプター1、221B、間取り。チャプター2、窓とドアとシャンデリア。チャプター3、VR の弾痕側と窓際。チャプター4、科学実験テーブル側。チャプター5、暖炉側。チャプター6、マントルピース周り。チャプター7、シャーロック・ホームズの寝室。チャプター8、廊下と階段。チャプター9、その他。チャプター10、3階、ワトソンの寝室と浴室。チャプター1、221B、間取り。右は真上から見た 221B の2階と1階の間取りです。1階は玄関と廊下と階段しかわかりませんでした。3階にはジョン・H・ワトソンの寝室がありますが、解明に至りません。チャプター10で3階の考察を取り上げます。最後の事件を撮影した時のジェレミー・ブレッドさんの身長を185センチと仮定して、歩幅から寸法を割り出しました。しかし、通常歩行で直進するシーンがないため、類似品の19世紀アンティーク家具の寸法も参考にしました。使用した式は、ゆっくり歩き、身長 ×0.37、普通歩き、身長 ×0.45、早歩き、身長 ×0.50 です。最後の事件で寝室の窓から侵入するホームズは、セバスチャン・モラン大佐の空気銃を避けるため、寝室の窓際から居間へ続くドアへ、さらに廊下のドアから窓際の壁へ早足で移動します。一方、ホームズの寝室のドアから居間のロールスクリーンを下ろすために、ワトソンはゆっくりと窓際まで歩きます。デビッド・バークさんの当時の身長がわかれば、もう少し正確な寸法を割り出せると思われます。また、第二の結婚で、ワトソンに呼び止められ、外出を一時的に思いとどまるホームズの行動から、1階の玄関から階段までの距離を割り出しました。エドワード・ルーカスが殺害された件です。1階の玄関は 221B の屋内セットではなく、ベーカー街のセットの221に作られたと思われます。屋外セットのベーカー街と屋内セットの 221B は分かれています。1階での場面がある物語は、ボヘミアの秋分で、帰宅するワトソンとハドソン夫人の立ち話シーンです。第二の結婚では、ホームズがゴドルフィン街へ向かう一連の場面と、ワトソンが新聞を買いに行く場面です。公明の依頼人では、ワトソンが公明な依頼人に預かり物を返却する場面で、外から建物内が見えます。4人の署名では、モースタンを待つホームズとワトソン、さらにベーカー街遊撃隊が 221B に訪れる場面です。未婚の貴族では、ホームズが馬車に跳ねられそうになり、2階に戻る場面がわかりやすいでしょう。1階の奥にドアがあること、また1階から2階の窓が見えるのは、未婚の貴族と犯人は2人で、レストレード警部が証拠の手紙を追って2階に向かう場面です。そして未婚の貴族で、ベールの夫人を招き入れる場面は、2階から1階の階段を見渡せます。以上が1階の間取りを確認できる物語と、屋外セットのベーカー街に1階のセットが作られたとわかる物語です。221B の3つの空間と壁。2階には渦の3つの空間があります。廊下と階段、ホームズの寝室、居間。多くの物語で見られるのはホームズとワトソンの共同空間となる居間です。建具や家具の場所を示すとき方向が重要になるので、壁にアルファベットを付与しました。例えば、共通する壁 D については、居間の D、ホームズの寝室の D と指すことで、どこを指しているのかわかります。また、壁や家具に隠れているものを紹介するために、図の角度を変更する場合もあります。壁 A には3つの窓があり、壁 B には白い暖炉があります。この図では省略されています。凹凸の壁と柱。
2階の壁に注目すると4本の柱と2箇所の凹凸が見えてきます。廊下では柱アと柱イが対になり、柱アは2階の階段の 2,3 段目に重なります。柱イを確認できるのはボヘミアの終文で、ワトソンがためらいながら今に向かう場面です。入院患者ではサットンの依頼を断り帰宅する場面です。また第二の結婚では、ワトソンに呼び止められたホームズが廊下で柱イに触れます。柱アを確認できるのはマダラの紐で、ホームズに起こされ慌てて今に向かうワトソンの場面です。今では柱エと柱ウが対になっています。柱エは多くの物語で確認できます。柱ウを正面から確認できるのは踊る人形で、ヒルトンキューピッド氏を玄関先まで送ったワトソンが2階に戻る時です。ホームズが今の壁 F に黒板をかけ暗号解読に挑む場面です。カメラが左に移動するとき、柱ウを確認できます。当初柱ウが出っ張っているのか、その隣の壁がくぼんでいるのかを判断できませんでした。また暖炉の背面の壁カは出っ張っており、サイドボードの背面の壁オはくぼんでいます。柱とは違い、この2つの壁の幅は異なっています。その理由は、踊る人形で暖炉の前に立つホームズの場面から、画面右の63パイプスタンドの横幅を類似品から30センチ赤矢印1個分と仮定した場合、48マントルピースと暖炉の天板の幅が150センチ、背面の突き出た壁の幅は170センチくらいとなります。一方14サイドボードの幅を類似品から約200センチと仮定すると、背面のくぼんだ壁の幅は280センチほどになります。暖炉の出っ張った壁カは170センチ、サイドボード側のくぼんだ壁オは280センチ。当初は同じ長さだと思っていましたが、壁の横幅は違いました。なお家具の寸法は海外オークションサイトの類似品を参考にしました。サイドボード側の壁オを確認するには空き家の怪事件がいいでしょう。ハドソン夫人から玉を受け取ったホームズが25ダイニングテーブルへ移動する場面で、くぼんだ壁の全体を確認できます。特に空き家の怪事件では20黒板とイーゼルがないため、壁を遮る背の高い家具がありません。一生懸命セットの間取りを把握しようと努力していましたが、後にメイキング写真を見つけて、あまり深く考えない方がいいと分かりました。俳優を撮影するためにセットの至るところに大きなカメラを設置できるようになっており、すべての壁は部分的に外せるようになっています。というよりも、屋内セットに屋内セットを作る場合、壁や天井はセパレートで自由に組み立てられます。よってある物語では広かったり狭かったりと矛盾が生じているのかもしれません。ホームズの寝室の壁木は特殊で斜めになっています。それを確認できるのは最後の事件で、寝室の窓から帰宅したホームズがドアを開けて廊下に出る時です。実験テーブルがある空間、今の形状が得意で、右図の黄色の空間が間取りを作る上で難問でした。ホームズの寝室と今の壁 D と廊下&階段の壁 F が交わる部分に柱 E があり、階段の2段目に交わっている柱 A と対になっているため、黄色の部分の壁 F が長いと必然的に壁 E から柱 A までの距離、すなわち壁 E から階段までの距離も長くなります。今の壁 E に廊下から今に続くドアがあり、問題の黄色の部分に接する今の壁 F にもドアがあります。この壁 F にあるドアの存在が不思議でしたが、今の柱 U と E の上部に装飾された梁があることから次の仮説を立てました。なお梁は4人の署名で宝箱を開けた直後に全体を確認できます。梁の上には繰り方、モールディングがあります。元は今の柱、うとえには壁があり、黄色の空間は区切られていたと仮定します。今の壁、D に寝室へのドアがあるので、黄色の空間は納戸、あるいはトイレ、風呂場だったのかもしれません。区切られた空間であるならば、廊下の壁 F にドアがあるのも納得できるでしょう。
仮設の3つの部屋を色分けしたのがウズになります。しかしハドソン夫人が2階を賃貸することになり、居間を大きくするために柱ウとエの壁を取ったと考えられます。もちろん 221B のセットの間取りが単純にビクトリア町マンションフラットの一般的な間取りであったとも考えられます。 221B の建具、家具、小物。この間取りにマイクロソフトオフィスエクセルで作成した建具、家具、小物などを追加したのがウズです。劇中で使われた小道具に似せていますが、完全に同じではありません。特に曲線を描くのが苦手なため、省略した装飾も多くあります。再現できなかったのはカーテン、壁にかかっている絵、装飾品、それから机の上に散乱する小物、引き出しなどにしまってある雑貨です。次のチャプターからはこれら101点の建具、家具、小物を詳しく見ていきましょう。チャプター2、窓とドアとシャンデリア。チャプター2では、221B の窓とドアとシャンデリアに注目します。赤い矢印の数字が建具、家具、小物で、青い矢印のアルファベットは壁です。ここからは赤い矢印の数字順に取り上げていきます。各チャプターの最初に取り上げるものが描かれた図を表示します。もし探しているものがあるならば、各チャプターの最初の図を一時停止して探すと見つけやすいです。1から5、シングルハングの上げ下げ窓。上下にスライドしてガラス戸を開閉する窓。シングルハングは下のガラス戸を上下にスライドさせ、上のガラス戸は固定されています。今に3つ、ホームズの寝室と廊下に各1つ設置されています。美しき自転車乗りの最後に科学実験で失敗した後、あるいは相場市の怪事件でギブスンの自動車が到着するときに、ホームズとワトソンが1つの窓から同時に顔を出します。1、2、3は本、オイルランプ、小さな収納ケースを置ける出窓です。カーテンで隠されていますが、側面に白い板があります。今回の間取りで無視していますが、221B の室内には白い腰壁があり、窓の高さは腰壁の高さとほぼ同じ、約70センチ。美しい自転車乗りの最後に、ホームズとワトソンが一つの窓から外に首を出す場面があり、幅は64センチくらいでしょうか。ホームズの寝室にある窓4と廊下の窓5は出窓がわかりませんが、今回は今の窓1、2、3とデザインを統一しました。窓4は最後の事件でホームズが入室する窓であり、未婚の規則ではベールの女性を見下ろします。残念ながら廊下の窓5に触れる物語はありません。ちなみに1階の窓には広告が書かれています。Commissioner for Ovs、 傷痍軍人組合の誓い。1879年、クリミア戦争で負傷した敗兵となった者たちに雇用の機会を与える組織です。6から9、ドアとステンドグラス。今のドア6、8は廊下に、今のドア7はホームズの寝室に通じています。ホームズの寝室にドア9があるので、廊下から寝室に移動できます。未婚の貴族にて、セントサイモン教とワトソンの会話を寝室から聞いていたホームズが、わざわざドア7から今に入り、ドア6を開けてハドソン夫人から手紙をもらう理由は不明です。ドア9でハドソン夫人に対応すれば、今で会話をする二人に見つかることはありませんでした。今にあるドア6、7、8には、上部にステンドグラスがあります。青い紅玉のクリスマスシーズンには、ステンドグラスにモミの葉が飾られています。一方、同じクリスマスシーズンでも、ボール箱では装飾がありません。このドアとステンドグラスを合わせた高さが、ドア7の左右にある家具36、本棚 A、37、本棚 B と大体同じです。ホームズの寝室にあるドア9は、劇中で全体を確認できません。ボヘミアの醜聞でワトソンが旅行から帰った時、今に入るべきかためらう場面で、ドア9の上にステンドグラスがないことを確認できます。また、同物語では、
一人になりたいホームズが、ワトソンを今から追い出す際、ドア9から寝室へ、さらにドア7から今へ移動します。最後の事件では、寝室の窓4から入室して、ドア9から廊下へ、さらにドア6から早足で今の壁際に移動します。存在理由がわからない壁 F にあるドア8が使われる物語は、第二の結婚と瀕死の探偵です。第二の結婚では、ワトソンが客人をドア6から今に招き入れたとき、ハドソン夫人がドア8からトレイを持って退出します。今から廊下に出るルートは、ドア7からホームズの寝室を通って、ドア9からも退出できますが、わざわざドア8から退出する理由は、一連の動作をカメラに収めるためだと思われます。ワトソンの前座を終わらせるつもりで今に入ったのかもしれません。瀕死の探偵では、ハドソン夫人から郵便物を受け取る場面です。ボヘミアの囚軍のワトソンがためらいながら今へ向かう場面で、ドア8と階段の始まりの位置を確認できます。また、ドア8の上にステンドグラスがあるとわかる物語は、ウィステリア層のエクルズが 221B の今に入るとき、ハウ男で多忙なワトソンが 221B に呼び出された場面、レディ・フランシスの失踪で銀行での失敗に落ち込む3人の場面です。些細なことですが、第5シーズンのレディ・フランシスの失踪からステンドグラスに変更がありました。バスカビル家の犬までは沿線、ケームが太く、ガラスが半透明のため背景が透けて見えましたが、レディ・フランシスの失踪から沿線、ケームが細くなり、ガラスが不透明になりました。10、ガス式シャンデリア3棟。221B のセットは倉庫内にあり、天井はありません。4人の署名では室内を俯瞰する映像があります。ただし、犯人は2人で、レストレード警部が手紙を奪還しに来る場面や、金縁の鼻眼鏡の 221B でシャーロック、マイクロフト、ホプキンス警部が話す場面で天井が映ります。このことから天井板をつけたり外したりできるようです。そんな事情のセットでシャンデリアを確認できるのは、ブナの木屋敷の階でバイオレットハンターの依頼を受ける場面です。先にも話しましたが、天井が見える物語、犯人は2人や金縁の鼻眼鏡の天井にはシャンデリアがありませんでした。おそらく壁の49、ウォールスコンスと同じガス式で白い花形のシェードが3つあります。チャプター3、VR の弾痕側と窓際。チャプター3では、221B の VR の弾痕側と窓際に注目します。11、カルトニエ。フランス製ルイス・フィリップスタイルのカルトニエと呼ばれる書類整理箱です。私は名称がわからず、書類保管棚、あるいは書類棚と呼んでいました。マホガニーの専用棚に書類を収納する革などで装飾された段ボール製の箱を出し入れてきます。収納箱は棚に収めた状態でも、前面の蓋を開閉して収納物を取り出せます。収納箱は8段 ×2 列で合計16個収納できます。赤髪連盟では新聞の切り抜き、スクラップブック。ブルース・パーティントン設計書では地図。ボヘミアの囚分、アキアの怪事件では電気溶岩が保管してありました。カルトニエの場所は階段を上り、廊下から今に入って、向かって右側の壁に面して、窓に近い場所です。窓がある壁とは接しておらず、最後の事件ではホームズが空気銃を避けるために身を隠し、瀕死の探偵ではカルバートン・スミスを自白させるためホームズの命令でワトソンが身を潜めます。ただし撮影の都合で家具は頻繁に移動され、4人の署名ではワトソンがモース山城を2階の窓から見下ろすとき、限りなく窓際にありました。海軍条約事件のホームズが条約文書を犯人から奪還した経緯を語る場面で、カルトニエの外観を確認できます。これをもとにマイクロソフトオフィスエクセルで描いたのが渦です。円卓や椅子に遮られ、カルトニエの全体を確認するのは難しいです。美しき自転車乗りでホームズがアルコールランプを吹き消した直後、クライアントのバイオレット・スミス城の左でカルトニエを下部まで確認できます。書類棚には棚が8段あり、
深緑色の収納ケースを出し入れする構造です。ボヘミアの秋分ではワトソンが旅行から帰宅して居間の窓を閉める場面でいくつかのケースの蓋が開いているのを確認できます。また円卓には棚から引き抜かれたケースが置かれています。深緑色のケースの構造を知るには入院患者がおすすめです。ワトソン、ハトソンさんがこれを見たら失神するぞ。何を探している？ホームズ、ワージントン、ダブルだ。3月。確か1880年だ。これはクライアントであるサットンの正体を突き止めるべく、1880年3月の新聞を探すシーンです。シャーロック・ホームズは犯罪に関する資料を大切に保管していますが、その資料を見つけるのが苦手です。すべての資料を投げ飛ばして部屋を散らかしますが、その場面で3人掛け統制ソファーに深緑色のケースが無造作に重ねられているのを確認できます。深緑色のケースはホームズが乱暴に手を突っ込んで資料を取り出していることから、13センチから15センチくらいの高さがあると思われます。棚から取り出すための引き手と収納内容を把握するためにネームプレートがついています。ワトソンは80年と声を出して確認するので、ネームプレートを見て1880年の資料が収納されているケースを探し当てていると思われます。ブルース・ファンティントン設計書でガドガン・ウエストを調べるホームズが書類棚の右列5段目のケースを少し引き出し、ケースの上面と蓋の上部の留め具を指で触れ、蓋を開いて書類とノートを取り出すシーンがあります。蓋についた引き手を引っ張った時、ケースが手前に移動して蓋が開かないことから、マグネット式ではないと思われます。ケースの内側の色は極めて薄い黄色、ないしベージュです。カルトニエアンティークで画像検索すると類似品を見つけられます。サイズは横幅 92.5 センチ、奥行き 32.5 センチ、高さ63センチ。221B にあるアンティーク家具の中で私が一番好きな家具です。追記2015年5月27日、瀕死の探偵でホームズが Quick, if you love me と叫んだ後、ワトソンがカルトニエに身を隠します。この場面でカルトニエが変更されていることに気がつきました。第1から第5シーズンの後、スペシャル版長編サセックスの吸血鬼までが深緑のケースで、その後スペシャル長編未婚の貴族第6シーズンの3ハフ間では確認できず、瀕死の探偵で青いケースのカルトニエを確認できます。横2列7段と思われます。12スライド式ブックスタンド。長さを調節できるスライド式の本立てです。しまうときは両脇のスタンド部分を内側に折りたたみます。11カルトニエの上に置かれ、空き家の怪事件でデザインが変更されます。また同物語で13空気ポンプと配置が入れ替わります。ブルース・ファンティントン設計書では本が積まれているだけでブックスタンドはありません。劇中で役者が触れる場面はありませんが、たまたま画像検索で類似品を見つけ、スライド式ブックスタンドであることがわかりました。アンティーク、ブック、スライドで画像検索すると類似品を見つけられます。類似品のサイズは幅33センチ、伸ばすと50センチ、奥行き13センチ。13真空ポンプ。ポンプをピストンしてガラス容器を真空に近い状態にする実験装置。19世紀後半、学校で使用するために設計され、15ドルから20ドルで販売されていたようです。まあホームズはイギリスですが。劇中では11カルトニエの上に置かれ、使用する場面がないためホームズが何の実験をしていたのかはわかりません。水の入った容器をガラス容器の内側に置き、真空に近い状態にして沸騰させる実験や、空気を抜いて小動物を仮死状態にして適切な時間内に空気を送り込み蘇生する実験を描いた絵画も見つかりました。なお空き家の怪事件から12ブックスライドと配置が入れ替わっています。サセックスの吸血鬼ではガラス容器のサイズが異なります。類似品の寸法は幅38センチ、奥行き15センチ、高さ23センチです。14サイドボード。1860年代、ビクトリア朝のマホガニー製サイドボード。これに似たアンティーク家具を参考に、横幅198センチ、奥行き 55.8 センチ、高さ95センチくらいであると思われます。
劇中で扉や引き出しが開けられることはありませんが、構造がわかる写真がアンティークショップに掲載されていました。17、弾痕がある壁 C のくぼみに置かれています。追記2015年4月23日、レディ・フランシスの失踪にて、深夜、ホームズがサイドボードの上部中央の引き出しを開け、シガーボックスを取り出すシーンを見つけました。天板に置かれた18薬味瓶の株が少し見えるのと、3人掛けの55統制ソファーに横になるワトソンの視線で、サイドボードの引き出しと判断できます。なお、この時、ワトソンは同居していません。シガーボックスは葉巻をケース単位で購入した時、シールで封されている箱で、葉巻を保管するヒュミドールとは違います。劇中では48マントルピースの上や、51ビューロブックケースに置かれているのを確認でき、レディ・フランシスの失踪では、葉巻を吸い終えたボックスにフィギュアや積み木みたいなものをしまってあります。引き出しにはシガーボックスの他に書類や手紙も見えます。15タンタラス、タンタロス。デカンタと呼ばれるガラス製の酒瓶を鍵をかけて管理するものです。中に入れるお酒はアルコール度数の高いブランディ、ウイスキー、ジン、ポートワインなどで、グラナダ版ではブランディが入っていました。デカンタの取り出し方はグラナダ版のように、入れ物の一部を前に倒して前方から引き抜く。取っ手が倒れる場合は上から引き抜きます。鍵穴が側面か前面中央にあり、使用人たちが無断で酒を飲めないように工夫されています。海軍条約事件の朝食の席で、ヌスットから奪還した条約文書をパーシー・フィリップスに渡した結果、彼は興奮して倒れそうになります。ホームズが、ワトソン、ブランディを、と指示すると、ハトソン夫人がタンタロスに収納された真ん中のデカンタを手前に引き抜きます。グラナダ版で使用されたのは渦の上です。ワインのデカンテーションとは違い、ウイスキーやブランデーをタンタロスに移す理由として、樽買いしている場合は小分けするため、銘柄を隠すため、あるいは単純に見た目を良くするためなどが考えられます。タンタラスは14サイドボードの上に置かれ、手前にロックグラスが3個×2列並べられています。青い光玉ではワイン用のデカンタとシェリーグラスが暖炉脇の47ネストテーブルにあり、ピータースにシェリーをもてなします。タンタロスで画像検索した場合は、ギリシャ神話の人物が検索されるので、タンタラスボトルと検索すればいいでしょう。しかしながらギリシャ神話のタンタロスは、神々の食べ物アンブロシアと飲み物ネクタルを盗んで人間に与えた罪で永劫の罰を受けたとあります。酒瓶を盗まれないようにするタンタロスはギリシャ神話を由来にしているのかもしれません。類似品のサイズは横幅 31.3cm、奥行き 12.5cm、高さ 27cm。4人の署名で手錠をかけられたジョナサン・スモールに注いだウイスキーが入ったデカンタは、タンタラスのデカンタとは異なり、取っ手がついていました。このデカンタは45マホガニーブックケースの天板に置かれ、他の物語では確認できません。取っ手を取り外せるのであれば、タンタラスのデカンタを使ったのかもしれません。16ガソジーン、ガサジーン。ウイスキーソーダを作るときに使用する炭酸水製造機です。上のガラス玉に炭酸ガスを出す化学物質を入れ、下のガラス玉に水を入れます。炭酸ガスが下のガラス玉に入り、水に溶けて炭酸水ができます。ガソジーンは爆発する癖があり、ガラス片が飛び散らないように網目のワイヤーで保護されています。それでもガラス片は飛び散るらしいです。元はサイフォンボトルと呼ばれていたものです。劇中で使用する場面はありませんが、14サイドボードの上で一番背が高く目立っています。類似品のサイズは高さ53センチ。ロナルド・ハワード版、ピーター・カッシング版のホームズ映像作品にも登場します。17シェイクスピア作品集。引き出し付きのウィリアム4世ポータブルブックスタンドに22冊のウィリアム・シェイクスピア作品集が収納されています。この22冊の本を最も近くで見られるのは青い光玉で、ヘンリー・ベーカー氏に渡す画帳が14サイドボードの上に置かれており、カメラは画帳をフォーカスしています。この時ハムレット、ヘンリー8世、ジョン王、シンベリン、
などの背表紙を確認できました。なお、劇中でブックスタンドや22冊の本に触れることはありません。ブックスタンドの高さは15タンタロスよりも低く20センチくらいかと思われます。もしこの本を探したいのであれば、ウィリアム・シェイクスピアミニブックスで画像検索すればいいでしょう。ブックスタンドはウィリアム・フォー・ポータブルブックスタンドで画像検索すればヒットするかもしれません。バスカビル家の犬までは14サイドボードの上にありましたが、レディ・フランシスの失踪からなくなりました。しかし、サセックスの吸血鬼で再び14サイドボードの上に置かれますが、下部の引き出しはありません。それはホームズが僕の友人です、とメリデュー牧師にワトソンを紹介する場面で確認できます。サイドボードの右端に下部の引き出し部分が置かれているようにも見えます。空き家の怪事件でセバスチャン・モラン大佐の犯行動機を話す場面で、ワトソンが帽子をかぶって暖炉の方へ歩くとき、2列の本が並んでいるようにも見えます。18、薬味瓶。食卓用の酢、油などを入れる薬味瓶です。普段は14サイドボードの上に置かれていますが、まだらの紐での朝食の場面では、丸い25ダイニングテーブルの上で確認できます。瓶が4本なのか6本なのか判別できず、渦も似ていません。スタンドは銀製かもしれません。確認するのに都合がいい物語は、青い紅玉で、コスモポリタンホテルの事務長、ジェームズ・ライダーを問い詰める場面で、円卓上にあります。クーレット・アンティークで画像検索すると、様々な種類の薬味瓶を確認できます。全14話で変更が多い小道具でもあります。19、VR、弾痕。海軍条約事件で見られる、弾痕で描いたビクトリア女王のイニシャル、VR、ビクトリア・レジーナです。場所は14サイドボードの上で、他の物語では絵がかかっているため確認できません。同物語では散らかった部屋の様子が撮影され、58ディレクターオフィスチェアの上にピストルの弾丸が置いてあります。しかし実際に撃つシーンはなく、撃った形跡をワトソンが目線で追います。ただし NHK のテレビ放送ではカットされています。聖典ではシャーロック・ホームズの回想のマスグレーブ家の儀式で VR の記述があります。20、黒板とイーゼル。ホームズが黒板を使う物語は、渦 A のカーブを描く美しき自転車乗り、暗号解読で使用する踊る人形、渦 A 最後の謎解きで新聞の切り抜きや写真を貼り付ける6つのナポレオン、A、スタンフォードの店で購入した地図を貼るバスカビル家の犬。ワトソンが使うのは B、偵察して得た情報に基づき地図を描く赤髪連盟です。最初は一般的な渦 C を作りましたが、踊る人形でイーゼルの下部を確認できたので A、B を作りました。使わないときは布がかけられています。空き家の怪事件からイーゼルと黒板が移動しますが、6つのナポレオンで定位置に戻ります。イーゼルは渦 B1、1個ですが、黒板は2個あります。また、まだらの紐で皮下規模を曲げたロイロット博士が退出するとき、壁 F にあるドア8に2個目の黒板 B2 がかけられています。しかし次の物語、青い紅玉では2個目の黒板の行方がわからなくなります。黒板を対応する物語は踊る人形で、暗号解読に2個の黒板を使用します。ヒルトン・キューピッド氏の最初の訪問で彼を戸口まで送ったワトソンが今に戻った時、ホームズはドア8に2個目の黒板 B2A を横書きして踊る人形を書き写しています。2回目の訪問ではイーゼルに載せた黒板 B1 を使います。ホームズが電報を口に加えて両手を上げた時、2個目の黒板は B2B に移動します。夕食の場面では14サイドボードの上に移動します。ヒルトン・キュービッド氏から最後の電報を書き写すのは B1 のイーゼルに載せた黒板です。類似品のサイズは横幅51センチ、奥行き53センチ、高さは調節可能。21、ライティングディスク A。引き出し2杯のライティングディスク。引き出し1杯につき、つまみが2個、ろくろ足が特徴です。劇中で引き出しを開ける場面はありませんが、22ゾグラスコープ、
23コレクターズチェスト、24ストラディバリウスバイオリンの定位置として存在感があります。それ以外にトレイや本も載せていますが、物語により変更されます。 221B にはもう一個ライティングディスクがあるので、こちらを A としました。このディスクを確認するには、空き家の怪事件でセバスチャン・モラン大佐が撃った弾をホームズが探す場面がいいでしょう。バイオリンの全長が4分の4サイズで 59.4 センチ、ケースはさらに大きく65センチくらい。コレクターズチェストの幅を約38センチとすると、机の横幅は90センチから120センチほどと思われます。天板の高さは腰壁の少し下で70センチくらいだと思われます。バイオリンケースの横幅30センチだとすると、このディスクに2個並べられると思われます。奥行きは60センチくらいだと思われます。そうなると渦のバイオリンは大きく描きすぎていますね。このディスクを最後に確認できるのは這う人で、後の物語犯人は2人でも少しだけ映りますが、引き出しのつまみの数と足のデザインが一致しているのか確認できません。マザランの宝石では猫足を確認できるので、このディスクは変更されています。22コレクションチェスト、引き出し6段の卓上チェストです。上から3段目の引き出し中央に白いラベルを確認できます。上から3段目までは引き出しの深さが浅く、下の3段目はそれより深いです。劇中では一度も取り上げられなかったため収納物はわかりません。白いラベルが確認できるのは6つのナポレオンまでで、這う人からはラベルが見当たりません。またサセックスの吸血鬼からは40ライティングディスクに移動したと思われますが、引き出しの数が同じものの同一化は不明です。アンティークコレクターズチェストで画像検索すると類似品が見つかります。類似品のサイズは幅38センチ、奥行き23センチ、高さ47センチ。23覗きメガネ、ゾグラスコープ。平坦な遠近法を活用した疑似風景を鏡に反射させ、それを凸レンズ越しに覗くことで本物らしい虚像の風景を感じ取れる光学装置です。虚像の風景の元は遠近表現が強調されている風景画像です。18世紀に西洋の裕福層に普及したゾグラスコープで、日本でも18世紀中頃には覗きメガネと呼ばれ、反射させる絵をメガネ絵と呼びました。構造はレンズが組み込まれたマホガニー材の板と、斜めに稼働する絵を反射させる鏡がついた板、それを支える支柱からなります。空き家の怪事件でハドソン夫人から弾を渡されたホームズがゾグラスコープのレンズの前に弾を移動します。レンズの奥の鏡にホームズの手と弾が反射して見えます。マザランの宝石では51ビューロブックケースの隣の47ネストテーブル B に移動しています。私はウェブサイトにコメントで指摘されるまで何に使うものなのか興味を持ちませんでした。その後、六本木で開催された覗いてびっくり江戸絵画、科学の目、視覚の不思議にて複写式覗きメガネからメガネ絵を実際に覗きました。また一人称視点で覗く様子を撮影した動画も公開されています。興味のある方はご視聴ください。サイズは幅 25.4 センチ、奥行き 19.7 センチ、高さ 63.5 センチ。24ストラディバリウスバイオリン、ビクトリア朝後期、少なくとも500ギニー、現在の1260万円の価値があったアントニオ・ストラディバリのバイオリンを、質屋でわずか55シリング、現在の14000円でホームズが購入しました。質屋がストラディバリウスの価値を知らなかったことになります。グラナダテレビシリーズでは、これらのエピソードが語られませんが、ホームズがバイオリンを弾くシーンは多々あります。しかしながら、ホームズを演じたジェレミー・ブレットさんは、バイオリンを弾けなかったそうです。バイオリンケースの定位置は22ライティングディスクですが、バイオリンはホームズの机の上や、陶製ソファーの上にあることもあります。海軍条約事件では、ケースも赤い絨毯の上に投げ出されていました。25ラウンドダイニングテーブル、四つ足の丸型ダイニングテーブル。多くの物語に登場するものの、テーブルクロスがかけられているため詳細がわかりませんでした。しかし6つのナポレオンにて
食器が置かれた状態でテーブルクロスを素早く引き抜く技をホームズが披露した結果、一瞬ではありますが側面に取り付けられた足が2本見えました。これにより四つ足であることが分かりました。また天板の縁にはガドルーン装飾も確認できます。同場面のテーブルに置いてある27ブルーマンダレーのコーヒーカップ&ソーサーの幅を15センチと仮定すると天板の直径は90センチくらいかと思われます。赤髪連盟で失笑したホームズがジェイビズ・ウィルソンをなだめるためダイニングテーブルに移動する場面で、木製のフルーツバスケットの直径を22センチと仮定すると天板の直径は100センチほどかと思われます。詳細がわからないため伸長式の可能性もあります。26バルーンダイニングチェア。丸い25ダイニングテーブル用のバルーンチェアです。全部で4脚ありますが、ダイニングテーブルの周りに3脚しかない場合は廊下の階段の手前、踊る人形、マダラの紐、あるいは11カルトニエと14のサイドボードの間、ブラノキア式の階、ギリシャ語通訳、ノーウッドの建築業者、赤髪連盟、第二の結婚、6つのナポレオン、あるいは窓際、美しき自転車乗りにあります。類似品のサイズは幅44センチ、奥行き49センチ、高さ86センチ、座面の高さ47センチ。アンティークバルーンダイニングチェアで画像検索すれば見つかります。27メイソンズブルーマンダレー。白色硬質陶器で知られる18世紀創立の英国メイソンズ社の食器です。種類はブルーマンダレー。登場するのはお皿、コーヒーポットと蓋、ブレックファーストカップとソーサー、海軍条約事件で散らかった部屋に映る小さな水差し、瀕死の探偵の最後に登場するスープ皿、秘釈、食卓用の蓋付き鉢、ショスコム層でホームズが触れて暑さに驚くティーポットと蓋など。ガイ・リッチー監督の映画シャーロック・ホームズにてホームズ、ワトソン、ワトソンの婚約者メアリー・モースタンが食事をするカフェ・ロイヤルでも使われていた食器です。28シャーロックのライティングディスク。今の2シングルハングの上げ下げ窓の前に置かれ、引き出しに鍵をかけてシャーロック・ホームズが管理するライティングディスクです。右の引き出しには注射器、アイリーン・アドラーの写真、フランス政府から授与された勲章、ギリシア通訳語のリボルバー、最後の事件の101デリンジャーなどがしまってあります。一時的に青い光玉もしまってあります。類似品を探すも棚受けがついているアンティーク机は稀です。ホームズのライティングディスクの前にある椅子は劇中でホームズが愛用する椅子で、ボタン止めされた革が特徴のチェスターフィールドスタイルです。イングランドチェスターフィールドオフィスディスクチェアで画像検索すると類似品が見つかります。29ビクトリア朝オイルランプ A。卓上オイルランプは初期の物語で今に2個、寝室に1個、1階の玄関に1個あります。オイルランプ A は28シャーロックのライティングディスクがある出窓に置いてあります。オイルタンクとガラスシェードは透明で、プライオリスクールでは51ビューロブックケース、ギリシャ語通訳では14サイドボードの上に移動され火が灯されていました。 221B でオイルランプに火をつける場面はありませんが、マザロンの宝石でジョン・ガリデブがネイサン・ガリデブ邸に侵入した際、類似のオイルランプに火をつける場面があります。芯に火をつけ、ホヤと呼ばれるガラス管をつけ、さらにシェードを上からつけます。未婚の貴族ではメイドが細長いろうそくでオイルランプに点火する場面があります。94チャールズ・ゴードン将軍の絵。ワトソンが 221B の壁に飾っていたチャールズ・ゴードン将軍の絵、原作ボール箱のホームズのセリフに、次に君の目は新しく額に入れたゴードン将軍の絵で止まったとあり、スーダンのハルツームで戦死したゴードン将軍を英雄視していたと思われます。この絵を初めて見たとき、第3シーズンの空き家の冒険からワトソンを演じるエドワード・ハードウィック氏の肖像画だと思いました。同物語でホームズからお土産でもらった95フェズトルコ帽を被るシーンがあり、ゴードン将軍に似ていると思います。なお 221B から離れる情報ですが、空き家の怪事件でホームズと再会するワトソンの医院にも飾られています。
4人の署名ではバーソルミューの屋敷にカラー版ゴードン将軍の絵が飾られています。ワトソンがケリーマガジンケリー貴族名鑑に手を伸ばすときにチャールズ・ゴードン将軍の胸像を確認できます。96万年ディスクカレンダー。ホームズの机に置かれた万年ディスクカレンダー、左右のつまみを回し上から曜日、日付、月を設定します。登場する物語は少なく、第5シーズンのレディ・フランシスの失踪、劇中日付の確認不可、公明の依頼人9月3日、ハウ人9月22日、そしてスペシャル版長編サセックスの吸血鬼、劇中日付の確認不可です。この存在に私は気づかず、ウェブサイトへのコメントで興味を持ちました。特に公明の依頼人1902年9月3日とハウ人1903年9月22日は時代設定をもとに日付が設定されています。サセックスの吸血鬼では日付が確認できないものの、97吸血鬼の牙が置かれた状態でワトソンが持ち上げます。サイズは幅14センチ、高さ17センチ、奥行き 6.5 センチ。チャプター4、科学実験テーブル側。チャプター4では、221B の科学実験テーブル側に注目します。30、亀甲築サイドテーブル。亀甲築を使ったサイドテーブル。天板がガラスと思われる根拠は銀星号事件で、ホームズが、詳しいことは車中で話そう、双眼鏡を忘れずにな、と言いながら寝室に向かうとき、白い腰壁が天板に反射して映るからです。類似品を探すときに使ったワードは、バンブー、シェルフ、アンティーク、ビクトリアなどですが、トータルズバンブーサイドテーブルで画像検索すればいいでしょう。類似品のサイズは横幅 63.5 センチ、奥行き 53.3 センチ、高さ 68.5 センチ。31、卓上ベル。卓上呼び鈴です。上部のボタンを押し、ベルを鳴らします。実際に私が骨董屋さんで触れたため、仕組みがわかりました。なお、221B には48暖炉と51ビューロブックケースの間の壁にレバー式の60呼び鈴が設置されており、劇中で卓上ベルが使われる場面はありません。アンティークディスクベルシルバーで画像検索すれば類似品がヒットします。32ビクトリア朝オイルランプ B。卓上オイルランプです。初期の物語では今に2個、寝室に1個、1階の玄関に1個あります。このオイルランプは主に30、亀甲築サイドテーブルの上に置かれています。内容が重複するため説明は29、ビクトリア朝オイルランプ A を参照してください。33、A、壁掛け気圧計、B、壁掛け振り子時計。ボヘミアの終分から最後の事件までは気圧計 A がかけられており、空き家の怪事件からバスカビル家の犬の間は振り子時計 B に変更され、レディ・フランシスの失踪から最終話ボール箱は再び気圧計 A にかけ替えられています。当初 A の壁掛け気圧計は壁掛け振り子時計と勘違いしていました。アンティーク・ビクトリアン・カーブ・ウォール・バロメーターで画像検索すると海外のオークションサイトで類似品を確認できます。A の上部が水銀温度計、下部の丸い部分がアネロイド気圧計と思われます。第二の結婚で捜査に進展がないまま時間が過ぎる演出に、あるいは4人の署名でオーロラ号の情報待ちでイラ雑ホームズの場面で RA ペンデュラムのアルファベット RA を確認できます。RA レギュレーターアンティークで画像検索すると類似品を見つけられます。サイズは A、壁掛け気圧時計の類似品のサイズが幅27センチ、高さ89センチ、厚さ8センチ。壁掛け振り子時計の類似品のサイズが幅 39.5 センチ、高さ58センチ。34、ダイニングテーブル実験用。ホームズが実験用テーブルとして使っており、フラスコ、アルコールランプ、試験管などの実験道具が並べられています。唯一、6つのナポレオンでは、買い取った鏡像を壊す時だけ、実験道具が周囲の家具に移動され、何も置かれてない状態になります。
旋盤加工の足が特徴的ですが、年代や生産国は不明です。このテーブルに対応する35ウィリアム4世ダイニングチェアが3脚あり、横に2脚収まることから、推定サイズは幅100センチから120センチ、奥行き80センチ、高さ70センチ。35ウィリアム4世ダイニングチェア。19世紀前半、リージェンシー様式ウィリアム4世時代のダイニングチェアです。今では実験用テーブルで使われ、全部で3脚あると思われます。参考物語、6つのナポレオン。この椅子と先に紹介した26バルーンチェアの他に、51ビューロブックケースで使うウォルナットで背もたれに塔を使った52陶製肘掛け椅子があります。さらに青い光玉で落とし物の帽子をかけたベントウッド、マゲキと思われる椅子がありますが、この椅子が他の物語でどこにあるのか不明です。画像検索で類似品を見つけるには、ウィリアム4ダイニングチェアーズで探せばいいでしょう。類似品のサイズは幅 45.7 センチ、奥行き 48.2 センチ、高さ 86.3 センチ。36本棚 A。 棚板が4枚あり、上部を本棚として使っていますが、主に実験道具を収納する棚です。ホームズがこの棚に触れることはありませんが、踊る人形でヒルトン・キューピッド氏が来客中、ガラス扉が開いています。7ドアのステンドグラスとほぼ同じ高さなので、250センチほどあると思われます。そんなに背が高い家具が一般家庭にあるのだろうか。渦の壁 D にある39本棚 B と高さが同じで、これより高い家具は 221B にありません。37ネストテーブル A。 今には4つの同じようなサイドテーブルがあり、形状が似ていることからネストテーブルと思われます。ただし高さの違いを確認できないため、オケージョナルテーブルと呼ぶのが適切かもしれません。ネストテーブルアンティーク、あるいはオケージョナルテーブルアンティークで画像検索すれば類似品を見つけられます。類似品のサイズは幅51センチ、奥行き29センチ、高さ74センチ。38持ち運び実験室。試験管、ビーカー、アルコールランプなど実験道具を収納でき、側面に取っ手がついて持ち運びが容易なポータブルラボラトリーです。美しき自転車乗りでは、これより簡素なものが実験用テーブルに置かれており、221B には最低でも2個のラボラトリーが存在します。6つのナポレオンでは、買い取った鏡像の下に敷く黒い布をこの引き出しから取り出します。37ネストテーブル A が定位置なので、幅51センチ未満、奥行き29センチ未満であろうと思われます。類似品を探すには、アンティークラボラトリーポータブル、あるいはアンティークポータブルケミストリーで画像検索すればいいでしょう。39本棚 B。 棚板が4枚、ガラス扉付きブックケースで革装丁の本で埋め尽くされていますが、劇中で触れられることはありません。下部の扉は手前の40ライティングディスク B が邪魔で開かないのかもしれません。7ドアのステンドグラスとほぼ同じ高さなので250センチほどあると思われます。チャプター5、暖炉側。チャプター5では221Mの暖炉側に注目します。40ライティングデスク B。 引き出しが2つあるライティングデスク、反対側の壁 C にある21ライティングデスク A との違いはわかりません。43顕微鏡スライドガラスキャビネットがライティングデスク A の上の22コレクションチェストに変更されていると思われます。上に置かれているものの大きさから推定したサイズは、横幅90センチ、奥行き60センチ、高さ70センチ。41実験用の天秤。フリッカーの1987グラナダスタジオズで40ライティングデスク B の机の上が撮影された写真を見つけました。その写真によると、ガラスがはめ込まれた木枠で構成されているものだと分かりました。犯人は二人で寝室に行きかけたホームズが振り返り、武道会の晩、ミルワートン邸に押し入ると発言する場面で、
天秤が入っているケースを確認できました。しかし、顕微鏡ケースが消えています。画像検索で類似品を探すには、アンティーク、ラボラトリー、スケールで検索すればいいでしょう。類似品のサイズは幅41センチ、奥行き21センチ、高さ41センチ。なお、日本製のものを私は実際に触れたことがあります。左の皿に測りたい物質、右の皿に分銅を乗せ、カブのつまみを回して天秤を浮かせて質量を測定します。アルフレッド・ヒチコック監督の映画ファミリープロットでダイヤモンドの質量を計測するシーンがあります。42. 顕微鏡とケース。シャーロック・ホームズが使っていた顕微鏡を確認するには、ホームズが葉巻の吸い殻を研究する踊る人形がいいでしょう。ホームズがワトソンの方へ振り向くまでの30秒ほどの場面ですが、真鍮の美しいアンティーク顕微鏡を確認できます。この顕微鏡はロンドンフィルムミュージアムに展示されていたものとデザインが異なります。ショスコム層の骨を洗う場面で顕微鏡を確認できますが、踊る人形から変更されていないと思われます。サセックスの吸血鬼で変更されるものの、やはり展示物とは異なります。また、フリッカーに投稿された40ライティングディスク B の机の上が撮影された写真でも確認できます。ケースの方は劇中でははっきりと確認できませんが、置いてある場所と大きさから顕微鏡ケースで間違いないでしょう。アンティークマイクロスコープ&ケースで画像検索すると、顕微鏡が収納されたケースやケースの中を確認できる画像がたくさん見つかります。41実験用の天秤よりも5センチほど高く、幅奥行きは同じで、推定サイズは幅41センチ、奥行き21センチ、高さ46センチ。パウエル&リーランドナンバーワンで画像検索すると、グラナダテレビ版ホームズの 221B にある顕微鏡に近いものがたくさん検索されます。43スライドガラスキャビネット。顕微鏡ケースの隣にあることから、顕微鏡で使うスライドガラスを保管するキャビネットだとわかります。ガラス扉が開いているのを確認できるのは4人の署名で、薄い引き出しの一つが引き抜かれているのも確認できます。巻尺を取りに寝室へ行くときです。また41実験用の天秤と同じくフリッカーに投稿された1987グラナダスタジオズの写真で、その詳細を確認できます。画像検索する場合は、アンティークマイクロスコープスライドキャビネットで検索すると類似品が見つかります。類似品のサイズは横幅49センチ、奥行き34センチ、高さ38センチ。余談になりますが、ガイ・リッチー監督の映画シャーロック・ホームズでは、クラーキーにレストレード警部が大至急来てほしいと言われ、ロンドンで迷子にでもなったのか、とホームズが言った後ろにこのスライドガラスキャビネットが映ります。メトロノームの下です。44ビクトリア朝オイルランプスタンド。居間の柱へのの前にあり、ボヘミアの醜聞から劇中で使用されているオイルランプスタンドです。ボヘミアの醜聞から6つのナポレオンまで渦の A が使われ、第4シーズンの銀星号事件、医者なら象形文字は得意だろうからB に変更されています。それはスタンド下部で判断できます。類似品のサイズは幅55センチ、奥行き46センチ、高さ140センチ。このシェードに似たオイルランプはホームズの寝室の79ビクトリア朝オイルランプ C です。類似品を探すにはアンティークトールスタンディングオイルランプで画像検索すればいいでしょう。45マホガニー本棚 C。4人の署名でメアリー・モースタンが訪ねてくる前にマホガニー本棚 C のガラス扉が開いています。劇中ではこの本棚から本を取り出すシーンはありません。奥行きは狭いものの中段に天板があり、4人の署名では取っ手付きのデカンタとロックグラスが置かれています。ウィステリア層でスコット・エクルズが塔の3人掛けソファーに腰を下ろす瞬間、ワトソンが大型サイズの本を取り上げます。その本は通常サイズの本を収納した上に押し込まれているのを確認できます。なおこの件は閲覧者様から大型本の行方を問われて確認するに至りました。類似品を検索するにはアンティークマホガニーブックケースで画像を検索すればいいでしょう。類似品のサイズは幅128センチ、
奥行き46センチ、高さ207センチ。46グラフォスコープ。チャールズ・ジョン・ロズウェルタイプの折りたたみ式ステレオグラフォスコープ。すでに21、ライティングデスク A に置いてある22、覗きメガネを紹介しましたが、こちらも19世紀後半に流行した視覚的装置です。2種類の使い方があり、丸い凸レンズから写真を覗くのと、丸い凸レンズを箱の中に収納して、寝かせてあった2つのレンズがついたステレオスコープを立て、視点をずらして撮影された2枚の写真を覗き、立体的な視覚効果を楽しみます。ホームズはどんな 3D 写真を見て楽しんでいたのでしょうか。第1シーズンと第2シーズンは蓋を開けて凸レンズを覗く状態で置かれていますが、第3シーズンの空き家の怪事件からは凸レンズをしまった状態になっています。劇中で触れられることはありませんが、空白の3年間の後、テレスコープだけ使っていたのかもしれません。グラフォスコープで検索すると類似品を参照できます。類似品のサイズは横幅24センチ、奥行き12センチ、高さ40センチ。なお、グリップがついて片手で持つタイプもあり、ロナルド・ハワード主演のホームズ物語で、ホームズ自ら使用するシーンがあります。47、ネストテーブル B。今には4つの同じようなサイドテーブルがあり、形状が似ていることからネストテーブルと思われます。ただし、高さの違いを確認できないため、オケージョナルテーブルと呼ぶのが適切かもしれません。青い光玉では、シェリーが入ったデカンタとシェリーグラスが置いてあります。多くの物語でワトソンが灰皿や飲み物置き場として使っています。ネストテーブルアンティーク、あるいはオケージョナルテーブルアンティークで画像検索すれば、類似品を確認できます。類似品のサイズは幅51センチ、奥行き29センチ、高さ74センチ。第5シーズンのレディ・フランシスの失踪、ソア橋の謎、ショスコム層、孔明の依頼人、ハウ人では91蓄音機が置いてあります。48マントルピースと暖炉。白いマントルピースにタイル付きの鋳物暖炉。マントルピースは上部、前面中央に突起があり、左右に12本、支柱に6本の溝があります。上部、前面中央の突起は第3シーズンの空き家の怪事件から徐々に汚れていき、ブルース・ファンディントン設計書、4人の署名で汚れが頂点に達し、第5シーズンのレディ・フランシスの失踪から綺麗になっています。鋳物部分のタイルは片側3枚 ×2 で、デザインは最終話のボール箱まで変わりません。ビクトリアンキャストアイロン、タイルド、ファイアープレスで画像検索すれば類似品を見つけられます。ビクトリアンアンティークマントルピースのサイズは幅149センチ、高さ113センチ。鋳物の暖炉部分のサイズは幅 79.6 センチ、高さ 91.5 センチ。私は暖炉のある生活をしたことがなかったので、今とホームズの寝室のドアがほとんどのシーズンで開けられている理由がわかりませんでした。1週間ほど軽井沢で暖炉のある生活をした結果、221B の今は暖かかったと想像できます。ホームズの寝室に通じる今のドアを開けておけば、ホームズの寝室に暖気が流れ込み、就寝する際も快適だったはずです。一方、ワトソンの寝室は3階なので寒そうです。49、ガス式壁面照明。マントルピースの上、額縁の両脇にある壁面照明。1890年代の照明事情を鑑みると、ガス式の照明だと思われます。劇中では光量を調節するつまみを確認できませんが、瀕死の探偵でスミスが操作する場面があります。もちろん屋内セットにガス式照明を再現したかは不明です。第二の結婚でルーカス殺人事件の容疑者が釈放された新聞を読み、情報が乏しくイラつくホームズの場面があります。この時、白いシェードの上に燃え盛る炎が見え、壁に燃え移りそうで怖いです。青い光玉で宝石の隠し場所として使っているようですが、多分左手に持っている。そこまで近づいても詳細がわかりません。アンティークガスウォールスコンスで画像検索すれば類似品が見つかります。類似品のサイズは幅 20.3 センチ、奥行き28センチ、高さ 25.4 センチ。50、ライヘンバッハの滝の絵。
1836年製作、ウィリアム・バーレット作、ライヘンバッハ。本来は暖炉の上に鏡をかけるのが風習でしたが、役者にとっては気が散る、スタッフは映り込みを気にかけるなど、撮影に支障をきたすことから、最後の事件で死闘を予感させるスイスにあるライヘンバッハの滝の絵をかけることになりました。ホームズが帰還する物語、空き家の怪事件では黒いカーテンがかけられ、故人を悲しんでいました。なお、同物語ではセバスチャン・モナン大佐を逮捕した後、このカーテンが取られています。51、ビューロ・ブックケース。ワトソンがホームズ物語を執筆する掛け物をする机、ライティングデスクです。本棚がついた引き出し付きの机でもあります。最後の事件では天板が閉じられているため、引き出しの数と段数、5杯3段が分かりました。手紙などを立てかけるレターホールや引き出し部分はフリッカーに投稿された1987グラナダスタジオズの写真を参考にしました。アンティークショップで今でも類似品を通販で購入できます。公明の依頼人では本棚部分の1段目に Who's Who 紳士録の1897年から1902年が収納されています。ワトソンは1902年版の紳士録を取ります。この家具は最後まで変更されていないと思われ、ガラス扉にある3のデザインで判断できます。この3のデザインは画像検索で見つからず、ロンドンフィルムミュージアムに展示されていたものとも違います。アンティークビューロブックケースで画像検索すれば類似品が見つかります。類似品のサイズは幅97センチ、奥行き52センチ、高さ221センチ。52、ウィリアム&マリー、肘掛け椅子。ワトソンが執筆時に使用する肘掛け椅子で、窓際の51、ビューロブックケースの前にあります。ホームズが座る暖炉脇の一人掛け等ソファーの後ろに見えますが、全体を把握するのは難しいです。4人の署名の俯瞰映像で、座面にクッションが敷かれているのがわかります。背もたれは陶製で、椅子の材質はウォルナットかクルミと思われます。随所にバーリーシュガーツイストのデザインが見られ、イギリス家具だと思われます。この椅子の正式名称がわかりませんが、王政復古&クイーンアン様式1660年から1720年頃の資料に、一般的だったと思われるライティングデスクと当椅子の組み合わせを見つけました。第6シーズンでデザインが変更され、赤い輪ではホームズが腰掛けてクライアントから話を聞きます。類似品のサイズは幅56センチ、奥行き50センチ、高さ123センチ。53から55、等ソファーと等椅子。暖炉を囲む等ソファー。主にホームズとワトソンが腰掛ける一人掛けが2脚、53、54。クライアントが腰掛ける3人掛けが1脚あります、55。例外はマダラの紐でヘレン・ストーナーが、金縁の花眼鏡でマイクロフトが、公明の依頼人ではワトソンがホームズの一人掛けソファーに腰掛け、入院患者のトレビアン医師、サセックスの吸血鬼のメリデュー牧師がワトソンの一人掛けソファーに腰掛けます。55、3人掛けソファーは公明の依頼人でワトソンが寝そべって本を読む場面があり、全体のデザインを確認できます。赤髪連盟では、ホームズが一人掛け椅子に膝を折り曲げ、体育座りの姿勢でパイプ3幅分の問題に挑みます。類似品のサイズは3人掛け、幅193センチ、奥行き71センチ、高さ89センチ。一人掛け、幅62センチ、奥行き71センチ、高さ89センチ。56、ネストテーブル C。今には4つの同じようなサイドテーブルがあり、形状が似ていることからネストテーブルと思われます。ただし、高さの違いを確認できないため、オケージョナルテーブルと呼ぶのが適切かもしれません。主にホームズが使用する53等ソファーの隣にあり、サイドテーブルとして使われています。6つのナポレオンでは、ホームズとワトソンが外出中、レストレード警部がサイドテーブルにあるノートを覗こうとします。類似品のサイズは幅51センチ、奥行き29センチ、高さ74センチ。57、ネストテーブル D。今にある4つのネストテーブルの一つです。
主にクライアントが座る3人掛けソファーのサイドテーブルとして使われています。空き家の怪事件で電気溶岩を見た後、第二の結婚でクライアントが入室した時に確認できます。類似品のサイズは幅51センチ、奥行き29センチ、高さ74センチ。58、ディレクターオフィスチェア。シャーロック・ホームズが鍵をかけて管理する28ライティングディスクの前にある椅子です。主にホームズが利用する椅子で、ボタン止めされた革が特徴のチェスターフィールドスタイルです。チェスターフィールドオフィスディスクチェア、あるいはアンティークディレクターズディスクチェアで画像検索すると類似品がヒットします。ショスコム層ではワトソンが腰掛けていました。この椅子を最後に確認できるのは未婚の貴族で、マザランの宝石では変更されています。このことからシーズン6で交換されたと思われます。類似品のサイズは幅73センチ、奥行き79センチ、高さ115センチ。チャプター6、マントルピース周り。チャプター6では221B のマントルピース周りに注目します。59、カンタビリー、楽譜、書類入れ。48、暖炉と51、ビューロブックケースの間にある楽譜、書類入れで3つに仕切られています。53、一人掛け、遠い椅子にホームズが座ると背後にマガジンラックが見える時があります。例えば赤髪連盟でパイプ3幅分の問題かなといったホームズの左下です。当初はマガジンラックと勘違いしていました。ホームズはバイオリンを弾きますし、ブルース・パンティントン設計書では中世の作曲家オルランド・デ・ラッソのポリフォーニによる宗教楽モテットに関する楽譜を机に並べているので、それらの楽譜をここにしまってあるのでしょう。ビクトリア・カンタベリーで画像検索すれば類似品が見つかります。類似品のサイズは幅51センチ、奥行き35センチ、高さ54センチ。60、呼び鈴。1階のハドソン夫人がいる場所につながっている呼び鈴のハンドルです。48、暖炉と51、ビューロブックケースの間の出っ張った壁に設置されています。ホームズが公明の依頼人で使用しますが、その動作は暖炉に遮られて目視できません。手紙を書いてドアの前でハドソン夫人を待つ場面です。ホームズはクライアントの話を聞きながらドアの前でハドソン夫人を待ちます。なぜホームズはハドソン夫人が今に来ることが分かったのでしょうか。ドアを開けたのは足音で判断したと思いますが、かなり前からドアの前に立つ行動は消せません。ホームズとハドソン夫人の阿吽の呼吸を演出していると勘違いしていましたが、ホームズがメモを書いて立ち上がったこの行動にようやくヒントを見つけました。ホームズは左手にメモを持ち、右手で壁の何かを操作しています。白い暖炉で遮られて見えませんが、ハンドルがあるあたりに手を伸ばしています。音はしません。その後、ホームズはドアへと移動して、ハドソン夫人が来るのを待ちます。まだらの紐の翻訳では呼び鈴となっていますが、原文はベルとなっていました。シャーロック・ホームズ物語に登場する呼び鈴で印象深いのは、まだらの紐や海軍条約事件で、部屋の壁に垂れ下がっているゴージャスな布、あるいは紐です。それを下に引くと、使用人の待機している部屋の鈴が鳴ります。これが先入観となり、221B の金属製のフックを20年間も見破れなかったわけです。ベルにつながったコード、あるいはハンドル、そして使用人の待機する部屋の鈴を呼び鈴と呼びます。しかし呼び鈴で画像検索すると、ハンドベルや卓上ベル、さらには玄関のベルまで表示されます。使用人を呼ぶ鈴はベルプルと検索すればお目当てのものが表示されます。同じ仕組みの呼び鈴は第二の結婚でデリー・ヒルダーが手をかけようとして思いとどまります。渦の右です。類似品のサイズは高さ13センチ。61、ペルシャスリッパ。マントルピースの天板に吊り下げられたつま先が反り返っているペルシャスリッパは、ホームズのタバコ入れになっています。
ペルシャスリッパの形状からシガレットではなくパイプに使う肌と分かりますか？2022年5月4日。密閉できない容器にしまう意味は不明です。ジェレミー・ブレットさんが空き家の怪事件では3年の時を経て取り出した気紙タバコをホームズが撒き散らす場面があります。これはウィリアム・ジレット氏がヘビースモーカーなので1日で吸い切る量の墓がペルシャスリッパに入っていると考えられます。原作にはないキャラバスパイプを使用した海軍条約事件では原作にはないキャラバスパイプを使用したことによります。ちなみにキャラバスパイプは文字幕では訳されていませんが、原文では追記2022年5月4日、ジェレミー・ブレットさんと言っています。追記物語ではパーシー・フィリップスに事件の全貌を説明するホームズがペルシャスリッパから取り出したタバコをクレーパイプに詰めています。ハウ人ではチャーチワーデンに詰める場面もあります。62キャラバッシュパイプ。劇中でホームズがキャラバッシュパイプをくぐらすのは最後の事件の旅先だけですが、ボヘミアの終文からマントルピースの上にあるのを確認できます。チャイコフスキーでも聞きたいがの場面。ホームズが帰還する第3シーズン、空き家の怪事件からは見当たりません。ホームズのトレードマークとなったパイプでもありますが、時代考証では間違っていることもまた有名です。このパイプがイギリスに使わったきっかけはボーア戦争なので、最後の事件が発生した1891年当時、ロンドンになかったことになります。最後の事件ではジェレミー・ブレットがボージミアンのためオマージュとしてキャラバッシュパイプを使ったとあります。追記2022年5月4日、ジェレミー・ブレット氏がインタビューでウィリアム・ジレット氏への敬意と答えました。これはウィリアム・ジレット氏が舞台でホームズを演じる際、遠くからでもパイプを認識できるように原作にはないキャラバッシュパイプを使用したことによります。ちなみにキャラバッシュパイプは大きいとは限りません。63パイプスタンド、ホームズ用。6本のパイプを立てかけられるパイプスタンドです。マントルピースに置かれている68パイプスタンドはワトソン用で、ホームズ用は壁にかけられています。スタンドの色は茶色か薄緑に見えますが、光の加減で正確な色はわかりません。犯人は2人だけデザインが変更されますが、サセックスの吸血鬼で元に戻ります。収納されているパイプは物語により異なり、ただ上に置いてあるだけの場合もあります。パイプの材質はブライヤー、クレー、チェリーなどがあります。海軍条約事件ではパイプスタンドに7本、3本がクレーパイプで、入りきらない1本は上に置かれています。マントルピースの上に62キャラバッシュパイプ、さらに黒くなったクレーパイプに手を伸ばしているので、合計9本のホームズ愛用のパイプがあります。ブルース・パンティントン設計書では、スタンドにしまうのが面倒なのか、ほとんどのパイプがスタンドの上部に載せてあります。類似品のサイズは幅30センチ、奥行き 12.5 センチ、高さ 20.5 センチ。64三脚航路。マントルピースの上にあるこれは、刻みタバコ入れ、鍵タバコ入れ、アクセサリー入れなどの候補がありましたが、航路が妥当であると思われます。航路はお香を焚く器で、上部には煙出しの穴がある蓋がついています。劇中で使われることはありませんが、第1話、ボヘミアの集文から最終話、ボール箱まで変更されない小物です。同じものではありませんが、骨董屋さんで類似品をよく見ます。類似品のサイズは高さ14センチ、横幅13センチ。65請求書とジャックナイフ。シャーロック・ホームズはマントルピースの天板に請求書を突き刺す習慣があります。突き刺すのに使われるナイフはジャックナイフで、絵が白あるいはクリーム色だと思われます。犯人は2人でチャールズ・オーガスター・ミルバートンの名刺をマントルピースに置くとき、このナイフがアップになります。劇中で使われたナイフにはヒルトと呼ばれるガードが見えることから、折りたたみ式とは思いませんでした。同物語でダイアナ・レディ・スウィンステッドが帰った後、ホームズが請求書の支払いをしないとなと言いながらジャックナイフで刺した請求書に触れる場面があります。一方、聖典ではマスグレーブ家の儀式で返事を出すべき手紙をジャックナイフで突き刺すと触れられています。聖典にあるように第5シーズンまではマントルピースの中央にありますが、犯人は2人から少し左に移動されています。なお、右は五十嵐真理さんが作られた手紙束のペーパーナイフスタンドです。雰囲気出てるでしょう。追記2015年4月12日、
ヒルトと呼ばれるガードが見えることから折りたたみ式とは思えないと書きましたが、アルフレッド・ヒチコック監督の映画ファミリープロットを見てヒルトがあるジャックナイフを知りました。グラナダ版では常に刺さった状態なのでジャックナイフの詳細を確認できませんが、折りたたまれた状態からナイフを展開する流れを描いてみました。ファミリープロットの舞台はアメリカで、公開されたのは1976年のため、ホームズのジャックナイフとは時代が異なります。66、真鍮製レタースタンド。マントルピースの上には書類や手紙を立てかけるスタンドがあります。公明の依頼人やハウヒトなどでは見当たらず、犯人は二人で再びデザインが変更されます。私のスキルではマイクロソフトオフィスエクセルで細かい模様を再現できませんでした。海軍条約事件の謎解きで、ホームズがマントルピースのクレーパイプに手をかけるとき、初期のレタースタンドを確認できます。空き家の怪事件では、ホームズがクレーパイプとチェリーのチャーチワーデンを選ぶ場面で確認できます。画像検索するには、ブラスレタースタンドなどの単語を組み合わせればいいでしょう。67、鋳鉄製卓上化粧鏡。溶かした金属を鋳型に流し込んで作った卓上化粧鏡。第1話ボヘミアの秋分から最終話ボール箱まで変更されません。過去に海外オークションサイト eBay にてソード&フログナイトミラーとして販売されたことがあるようです。しかし、この名所で画像検索しても類似品が見つからないため、正しい名所ではないと思われます。類似品を探すには、キャストアイロンバニティテーブルミラーで画像検索すればいいでしょう。劇中では撮影機材が映らないように鏡の角度に気を使っていたようです。68、パイプスタンドワトソン用。マントルピースの上に置かれたワトソン専用のパイプスタンドです。第1、第2シーズンでワトソンを演じたデビッド・バーグさんはパイプを吸っている場面を見つけられません。一方、第3シーズンから交代したエドワード・ハードウィックさんは空き家の怪事件から葉巻に手を伸ばし、陶器の歴史を勉強中の公明の依頼人、最後に記録を取っている時のサセックスの吸血鬼、マザリンの宝石、ボール箱でパイプをくゆらせます。公明の依頼人、ハウヒト、犯人は二人では、ワトソンのパイプ盾が消えますが、サセックスの吸血鬼で元に戻り、三ハフ間で再び消え、瀕死の探偵で復活します。ハウヒトは、ワトソンが 221B で生活していないため、パイプスタンドを意図的になくしていると思われます。エドワード・ハードウィックさんの喫煙に関して、ボヘミアの秋分でホームズが、Your cigar, I was not unmindful of your return と言い、シガーの箱を渡しますが、シガーを食い出す場面はありません。ノーウッドの建築業者では、ワトソンがタバコや 134J12 で買い物をしている場面がありますが、喫煙シーンはありません。ブナの木屋敷の回では最後に細いシガーを食い揺らせています。赤髪連盟の最後にはホームズに火をつけてもらい紙巻きタバコを喫します。見落としていなければエドワード・ハードウィックさんの喫煙シーンは少ないです。69、ファイアーツールセット。ヒカキ棒とほうき、シャベルとトングのファイアーツールセットです。マダラの紐ではグリムズビー・ロイロット博士がヒカキ棒を曲げます。後にホームズがまっすぐに戻します。ブナの木屋敷の回では暖炉からトングで石炭を取り、チェリーのチャーチワーデンのボールのトップに石炭を押し付けて着火します。非常に危ない行為だと思います。空き家の怪事件、犯人は二人、ボール箱では真鍮製の石炭入れが登場しますが、未婚の貴族ではハトソン夫人がバケツに石炭を入れて運んできます。類似品のサイズは幅22センチ。奥行き22センチ、高さ 75.5 センチ。70、真鍮製ファイアースクリーン。暖炉で火の粉が飛んでくるのを防いだり、炎の熱が直接当たるのを防ぐものです。今にあるのは真鍮の枠にガラスがはめ込まれたシンプルなデザインです。マダラの紐ではヘレン・ストーナーの前でホームズがファイアースクリーンをセットします。火が服などに燃え移るのを防げそうですが、青い光玉では気絶しそうなジェームズ・ライダーに立つんだ、服が燃えるぞと忠告しています。第二の結婚ではハドソン夫人から受け取った手紙を読み暖炉に投げ捨てるもののファイアースクリーンに跳ね返されます。犯人は二人では
雨に濡れたイーワの手袋をホームズがファイアースクリーンにかけて乾かしてあげます。珍しく優しい。類似品のサイズはフロントパネルの幅66センチ、高さ76センチ、サイドパネルの幅33センチ。93、ジャマダハル。主に北インドで使われた刀剣の一種、暖炉脇の壁にかけられており、第1シーズンのボヘミアの州分から第6シーズンのボール箱まで全シーズンを通して変更されていない装飾品です。類似品への変更はあり得ます。221B の今には少なくとも4本の剣が飾られており、通常の剣とは明らかに形状が異なります。私は当初、一般的な剣のグリップが存在しないため、アンティークソードの鞘だけを飾っていると勘違いしました。ところが、ブンディタガーとも呼ばれるこの剣は、拳にはめて打撃力を強化するナックルのように手で握り、突き刺すことを目的とした武器だとわかります。画像検索に使う単語は、ジャマダハルで、西洋においてはカタールとも呼ばれているため、カタール、インディア、刀、パンチ、ダガーなどを組み合わせてもヒットします。チャプター7、シャーロック・ホームズの寝室。チャプター7では、221B のシャーロック・ホームズの寝室に注目します。すべての角が1枚の図で確認できないため、別角度の図も用意しました。左は今側から、右は最後の事件でシャーロック・ホームズが入室した窓側から寝室を見た図です。今とは上部にステンドグラスがあるドア、7で行き来でき、閉じられることは少ないです。入院患者の最後ぐらい。青い光玉でハドソン夫人がホームズを起こすとき、ドア7を開けて入室するので、就寝時は閉めているようです。廊下とはドア9で行き来できます。寝室の場面がある物語は、ボヘミアの秋分、美しき自転車乗り、青い光玉、最後の事件、銀星号事件、4人の署名、ショスコム層、公明の依頼人、犯人は2人、未婚の貴族、サンハフカン、マザランの宝石がありますが、ホームズが寝室で何かしている様子を今から捉える映像も参考になります。また、シャーロック・ホームズの寝室の家具は3回ほど移動します。4人の署名までは、ワトソンが組み立てたハンセン模型の位置が変わる程度でしたが、ショスコム層からハウヒトまでは、ほとんどの家具の場所が変更されます。その後、未婚の貴族から元に戻ります。71、シャーロックのベッド。とてもシンプルなビクトリアンベッドで、長身なホームズには小さく見えます。ホームズがベッドを使用する物語は、ハドソン夫人に起こされる青い光玉、ベッドの上でパイプをくゆらす銀星号事件、事件解決後に横になる4人の署名、スケッチブックを抱えながら横になる未婚の貴族、暴漢に襲われて静養する公明の依頼人、腰掛けて新聞を読むハウヒト、旅に出るホームズのマザランの宝石です。ボヘミアの秋分では変装を落とすホームズの傍ら、ワトソンがベッドに腰掛けます。ベッドの位置はショスコム層、公明の依頼人ハウヒトで変更され、4人の署名では廊下側に物が置かれるスペースが作られ、ハンセン模型が飾られています。未婚の貴族ではベッドの向きが逆になります。アンティークビクトリアンベッドで画像検索すると類似品を確認できます。類似品のサイズは長さ200センチ、幅114センチ、高さ117センチ。72、ダッチェスドレッシングテーブル。ダッチェス、公爵夫人。なんでそんな名称のドレッサーがホームズの寝室にあるのか。アンティークドレッサーを画像検索しても類似品を探せませんが、ダッチェスドレッシングテーブルで検索すると類似品が見つかります。職業上変装が必須のホームズにとってドレッサーは必需品です。ボヘミアの秋分では寝室で撮影された貴重な場面となる変装を落とすホームズがドレッサーに向かいます。最後の事件ではワトソンにドレッサーを移動してもらい窓から入室します。夜になって身支度する場面は暗すぎてよく見えません。銀星号事件ではベッドとドレッサーを俯瞰できます。未婚の貴族では窓の外を見下ろすホームズとドレッサーを仰角で捉えています。
マザランの宝石ではベッドに横になるホームズの隣に見えますが、暗くて細かい部分は見えません。サンハフ館ではハドソン夫人が寝室に入る場面でドレッサーを確認できます。類似品のサイズは幅120センチ、奥行き56センチ、高さ170センチ。ショスコム層公明の依頼人ハウヒトではベッドの位置がドレッサーとクローゼットがあった場所に変更され、クローゼットがどこにあるのかわからなくなります。公明の依頼人で寝室の81スコティッシュチェストが廊下に移動したのを確認できます。ジョンソンとキティの待つ居間へと向かうワトソンの場面、ハウヒトにてホームズがベッドで新聞を読み、猿の盗難相次ぐ事件を知り、ワトソンを起こしに行く場面で、スコティッシュチェストがあった場所にドレッサーが移動されているのを確認できました。この場面はブルーレイでも暗すぎたので、テレビ画面をデジカメで撮影した後、PC に取り込んで露出補正することでドレッサーの存在を確認できました。73、ウィークスタンド。変装用のウィグをかける台。劇中でウィグがかけられた場面はありません。銀母守護事件のベッドの上でパイプをくゆらすホームズの場面で、72、ダッチェスドレッシングテーブルの上に置いてあるのが見えます。類似品のサイズは高さ40センチ。74、食台。ボヘミアの秋分でワトソンが帰宅後、ホームズが寝室に入り、最後に火をつけるろうそくに使われています。そのろうそくの炎は手前のろうそくに遮られて見えません。そしていつ消したのかもわかりません。銀母守護事件のベッドの上でパイプをくゆらすホームズの場面で、72、ダッチェスドレッシングテーブルの上に置いてあります。修道院屋敷では、ワトソンを起こしに行く際、ろうそくを灯した食台を持っていきます。4人の署名では、ベッドに仰向けになったホームズの隣にあります。渦は私の所有する食台と電子式のろうそくで、劇中に登場した食台はもう少し背が高いです。75、洋服ダンス。寝室にあるホームズ専用の洋服ダンス。劇中では寝室のドアが開いた状態なので、今からワードロープを確認できます。例えば、ウィステリア層。最後の事件では鏡がついている中央の扉が開かれ、タオルを取り出してベッドに投げています。海外のオークションサイトなどで類似品を見つけ、扉が開いた状態の製品を確認したところ、中央は棚と引き出しになっていました。両側は上部に洋服をかけるポールがあり、スーツやワイシャツなどを収納します。踊る人形では手前の扉から黒い上着を取り出します。ギリシャ語通訳では電報局から戻ったホームズがグレーのジャケットに着替えています。この時窓際の扉からグレーのジャケットを取り出しています。未婚の貴族ではワトソンが居間でセントサイモン教と話している時、ホームズが窓際に立つ後ろに洋服ダンスの一部が見えます。6つのナポレオンではワードローブの上に操作資料が置かれています。プライオリスクールではバッグが上に置かれています。このバッグはもう一つの顔の馬車の中でホームズが変装道具をしまうバッグです。なお、同物語では窓際とは反対の扉が開いています。グレーのジャケットの収納場所が変更されています。サンハフ館ではワトソンが居間でピストルに弾を込める間、このワードローブの中央の扉が開けられています。ホームズは寝室で81スコティッシュチェストの1段目の引き出しから衣類を取り出していますが、その様子をワードローブの中央の鏡越しに撮影されています。画像検索する場合はアンティークビクトリアンワードロープで検索すればいいでしょう。類似品のサイズは幅214センチ、奥行き66センチ、高さ221センチ。ワードローブの位置はショスコム層公明の依頼人ハウヒトで変更され、犯人は2人で元に戻ります。変更された期間の行方は劇中で確認できないものの、1箇所しか空いていないので推測できます。ハウヒトで72ダッチェスドレッシングテーブルの変更場所が分かり、空いているのはベッドがあった場所しかありません。おそらく渦のような配置になると思われます。76、真鍮製ヒゲ剃りスタンド。鏡の左右に食材がついた真鍮製のヒゲ剃りスタンド。テーブルより上の2個のスタンドにはヒゲ剃りに使うシェービングブラシとお湯の入った容器を置きます。ボヘミアの秋分では
手紙を読んだワトソンの見解を聞くときに、ホームズがひげ剃りスタンドの2本のろうそくに火を灯します。空き家の怪事件では、ホームズが 221B に帰還したとき、鏡に映ったホームズを見て、ハドソン夫人が振り返ります。ウィステリア層では、ホームズがガウンをかけるものの失敗。マフラーを4枚かけて、下に落ちたガウンをかけ直します。アンティークショップの説明を読むと、高さ調節できるようです。類似品のサイズは直径46センチ、高さ158センチ。77、洗面台。今からホームズの寝室に入って右にある洗面台です。2階に水道が通っていないため、ジョグにお湯を入れてハドソン夫人に持ってきてもらい、ボウルに溜めて顔や手を洗います。その様子は海軍条約文書でクライアントに会いに行く前に見られます。ホームズはミセス・ハドソン、ハットワーターと叫び、ワトソンがにんまりします。赤髪連盟では警視庁のジョーンズが来た時、ホームズが手を洗っています。最後の事件では負傷して戻ったホームズが洗面台でワトソンに手当てしてもらっています。使われていませんが、公明の依頼人ではワトソンが勉強中に洗面台の天板が見えます。これはベッド、クローゼット、ドレッサーの配置の変更の恩恵です。類似品のサイズは幅107センチ、奥行き53センチ、高さ89センチ、天板までは76センチ。なお、天板は大理石になっており、私も類似品を実際に見たことがあります。78、水入れと器。水道が通っていない2階で手や顔を洗うために使用します。海軍条約文書でハドソン夫人がお湯の入った水入れを今に運ぶ場面があります。なお、渦の参考画像とデザインが異なります。ホームズは寝室の洗面台で器にお湯を注ぎ、顔や手を洗います。登場する物語は説明が重複するので、77、洗面台を参照してください。右の画像はフリッカーに掲載された1987グラナダスタジオズの写真を参考にしました。類似品のサイズはボールの直径40センチ、ジョグの高さ25センチ。79、ビクトリア町オイルランプ C。 今からホームズの寝室に入って右、77、洗面台の上にあるオイルランプです。シェードは今にある44、ビクトリア町オイルランプスタンドと同じ形です。ボヘミアの秋分では変装を落とすホームズの後ろで、このオイルランプが灯されています。入院患者でバイオリンを持ちながら寝室に退散するホームズの場面で、今からオイルランプを確認できますが、遠すぎるため詳細がわかりません。6つのナポレオンでテーブルクロス引きの跡も同じです。この渦はフリッカーに掲載された1987グラナダスタジオズの写真を参考にしました。類似品を探すにはビクトリアンオイルランプだけでは難しく、キャストアイロンをつけた方がいいでしょう。80、サイドチェスト、詳細不明。ホームズの寝室の斜めの壁、今から寝室に入って右にあります。最後の事件で2階の窓から入室したホームズが廊下に出るとき、かろうじて天板の一部が見えます。空き家の怪事件でホームズが帰還してハドソン夫人を抱擁するときも天板の一部が見えます。30、キッコーチクサイドテーブルと同じくキッコーチク製なのかもしれません。未婚の貴族でワトソンがセントサイモン教を調べるために手に取る本がケリーマガジン、あるいはケリー貴族名鑑という英国の貴族紳士人名録です。この本が置かれているのが80、サイドチェストと思われます。その根拠はケリーハンドブックの背後にある変装時に役立ったと思われるヒゲのデザイン画です。物語を通してヒゲのデザイン画の位置は変わりますが、ホームズの寝室から移動されたことはありません。ちなみに犯人は2人で、ヒゲのデザイン画の前にあるのはチャールズ・ゴードン将軍の胸像です。写真は今にあります。空き家の怪事件でホームズがハドソン夫人を抱擁するとき、ヒゲのデザイン画を確認できます。なお、銀星号事件では、ベッド頭上の壁に移動されます。81、スコティッシュチェスト。今からホームズの寝室に入り、左にあるのがスコットランドチェストです。一般的なチェストとの違いは、天板の下にすぐ引き出しがなく、前面の左右にツイストの彫刻があります。ボヘミアの秋分では、
ホームズが変装を落とすとき、1段目の引き出しが開いた状態を確認できます。上には変装用の靴、オイルランプ、それから変装用メイクキャビネットらしきものが置いてあります。美しき自転車乗りでは、額の傷を手当てしてもらうホームズの後ろに見えます。最後の事件では、ホームズが2階から入室した廊下に出るとき、ワトソンが組み立てた帆船模型が置かれています。さらに、ワトソンに手の甲を治療してもらうシーンで、72ダッチェスドレッシングテーブルの鏡に反射して見えます。4人の署名で事件解決後、ホームズがベッドに座って本を読む場面で、特徴的なツイストの彫刻を確認できます。公明の依頼人では、廊下の窓際に移動され、ハドソン夫人が一番上の引き出しを開けています。その時、82帆船模型も確認できます。しかし、サンハーフ館では、バニーストックデールをハドソン夫人が追い出す際、廊下にスコティッシュチェストを確認でき、75ワードローブの中央の鏡に反射して、ホームズが白いベストをチェストの一段目の引き出しから取り出す場面があります。つまり、寝室と廊下にチェストがあります。寝室のスコティッシュチェストが廊下に移動されたと思っていましたが、サンハーフ館を再度確認したことで、チェストが2個存在することに気がつきました。類似品を探すときは、アンティークスコティッシュチェストで画像検索すればいいでしょう。類似品のサイズは幅110センチ、奥行き52センチ、高さ125センチ。82ワトソンの帆船模型。入院患者でワトソンが作っていた帆船模型はマスト1本のヨットです。この帆船模型は入院患者ではワトソンの寝室で制作中であり、最後の事件ではホームズの寝室の81スコティッシュチェストの上にあり、4人の署名では71シャーロックのベッドの脇にあり、公明の依頼人では廊下のスコティッシュチェストの上にあります。制作中の入院患者では船尾にフランスの国旗があり、形はイギリスのチャールズヨットです。しかし公明の依頼人では船尾の国旗がオランダ、渦の B に見えます。いずれの国旗も赤、白、青が使われているのは確かですが、なびいていないため判断が難しいです。ヨットという言葉はオランダに起源を持ち、イギリスへは1660年、チャールズ2世が亡命先のオランダから帰国するとき、アムステルダム市から贈呈され伝わったのが最初とあります。以上のことから、船尾の国旗はオランダが正しいのかもしれません。この模型の類似品は、チャールズ・ロイヤル・ヨットと検索すれば見つけられます。チャプター8、廊下と階段。チャプター8では、221B の廊下と階段に注目します。左は 221B の2階の廊下で、右は2階の階段を消して、ドア6と壁 E を透明にした図です。廊下でのシーンがある物語は、ボヘミアの囚分、ギリシア語通訳、ノーウッドの建築業者、入院患者、最後の事件、修道院屋敷、第二の結婚、プライオリスクール、銀星号事件、ブルース・パンティントン設計書、ソア橋の謎、公明の依頼人です。その他、今から廊下が見える物語も参考にしました。83、殺傷様式の階段。13段までしか確認できませんが、2階の天井は常設されていないため、途中までは登れますが、あくまでもセットです。壁の柱、あ、と、い、が平行になっており、階段の2段目に柱、あ、があります。もしかすると3段目かもしれません。階段と欄干は白色で、手すりは茶色。中央に赤い絨毯が敷いてあります。ボヘミアの秋分で、ボヘミア王が1階の階段を登る場面で、絨毯の模様を確認できます。まだらの紐で3階から降りてくるワトソンの場面で、2階の階段を確認できます。なお、聖典のボヘミアの秋分では、私は17段だと知っている、とホームズが言っているので、聖典の 221B の階段は17段です。ステアライナーと呼ばれる絨毯の位置が動かないように、真鍮のステアロッドで止められています。これを観察できるのはボール箱で、ハドソン夫人がホームズの鉢植えを動かし呼び止められる場面です。なお、ボール箱のクッシング艇にて、クッシングが今に向かう場面で全く同じ階段と絨毯を確認できます。
これにより階段のセットは汎用と思われます。余談ですが、アルフレッド・ヒッチコック監督の映画フリンジでも階段の絨毯に同じステアロッドを確認できます。追記2015年11月24日階段の欄干は1段につき2本の柱で手すりを支えていますが、参考画像は便宜上1段につき1本の柱に簡略しています。階段の側面を確認するのは難しく、空き家の怪事件でハドソン夫人を抱きしめようと寝室のドアから入るホームズの場面、ハウ人でホームズが寝室から出て階段を上る場面が参考になります。いずれもホームズの寝室のドアが開かれていた場合に確認できます。基本的に2階の階段を使うのは3階に寝室があるワトソンで、ホームズが使うのはハウ人だけです。また1階の階段を上り切る映像を確認できるのは、犯人は2人の手紙を奪還しに来たレストレード警部、ホームズが変装して出ていく後を追いかけるワトソンの場面、未婚の貴族で雨のベイカー街から手帳を抱えて戻ったホームズの場面です。渦は映像から確認できる範囲を再現した 221B の1階の間取り図です。階段を上り切った2階の廊下、渦の赤い丸の範囲は全41話を見ても確認できません。犯人は2人と未婚の貴族では1階から見上げる場面がありますが、2階の廊下と高さが合わない矛盾を確認できます。もちろんこの階段を登ってもホームズの寝室や白い暖炉がある今にたどり着けません。2階のセットは別の場所に組まれているからです。すなわち 221B のセットは2階ではなく1階に作られています。1階のセットはベーカー街のセットに作られています。84ベントウッドコートハンガー、360度どこからでもコートや帽子をかけられる右画像 Cのコートハンガーだと思っていましたが、勘違いであることが分かりました。最後の事件にて2階の窓から入室したホームズが今に向かう場面で、右画像 A の状態で置かれているのを確認しました。このコートハンガーは片側180度を壁につけて設置するタイプです。ハーフラウンド型で正面から見ると右画像 B になります。類似品を探すにはベントウッドハーフラウンドコートハンガーで画像検索すればいいでしょう。類似品のサイズは幅65センチ、奥行き36センチ、高さ197センチ。第二の結婚でワトソンが廊下で新聞を読み上げる場面で、コートハンガーの向きが変更されています。曲がった木が特徴的で、上部にはコートや帽子をかけ、下部には傘やステッキを立てかけられます。片側だけに荷重がかかりますが、3本足で安定していると思われます。ベントウッドコートハンガーで画像検索した場合は、多くは360度かけられるコートハンガーが検索されますが、劇中で見られるハーフラウンドのコートハンガーも検索されました。廊下のシーンがある物語で確認できますが、衣類がかかっている場合は確認が難しいです。ギリシャ語通訳、入院患者、ブルース・パンティントン設計書、公明の依頼人では、ベントウッドの部分を確認できますが、ボヘミアの醜聞とソア橋の謎は通り過ぎるだけです。全体を確認するには、最後の事件と第二の結婚がいいでしょう。ちなみに私はベントウッドコートハンガーを見たことがありますが、ハーフラウンドは見たことがありません。85、詳細不明の家具。廊下の窓際、ホームズの寝室の壁、I に面して置かれています。天板の上には鉢植えやオイルランプが置かれている時もあります。正面から確認できないため、チェストなのかキャビネットなのか判断できません。照明の加減でははっきりしたことは言えませんが、設置場所を追いかけてみましょう。ショスコム層では今のドア7を出た廊下の左に85、詳細不明の家具が移動しています。メイスンを今に招き入れるハドソン夫人の場面、ハウ人ではクライアントのベネットが入室する場面で確認できます。いずれの物語も寝室の家具の配置が変更された時期です。ベッドの位置が変更される物語は、ショスコム層、公明の依頼人、ハウ人で、ショスコム層とハウ人では、85、詳細不明の家具の移動が確認でき、その間の物語、公明の依頼人では寝室にあった81、スコティッシュチェストが廊下の窓際に移動されているのを確認でき、辻褄が合います。
85、詳細不明の家具があった場所。そしてホームズの寝室でスコティッシュチェストがあった場所には、72、ダッチェスドレッシングテーブルが移動します。86、マホガニートルシエル。花、胸像などを飾る台で、階段の脇にあります。花台、コラムなどの名所もありますが、トルシエルで画像検索すれば目当てのものを見つけられます。本来トルシエルは竹の高い植台なので、照明器具も検索されますが、検索ワードにマホガニーを追加するといいでしょう。劇中では87、シャーロック・ホームズの鉢植えが置かれています。類似品のサイズは幅40センチ、高さ100センチ。87、鉢植え、ハラン。86、マホガニー、トルシエルの上に置いてあるホームズの鉢植えです。ボール箱でハドソン夫人が鉢植えを動かしたとき、ホームズが、ミセス・ハドソン、How dare you take my hospitistra? と叫びます。日本語字幕では、僕の鉢を動かす気かねになっていますが、英語では植物の名前、アスピディストラを指定します。シーズン1から5までの鉢は暗色で丸型ですが、終盤はクリーム色に変更されています。チャプター9、その他。チャプター9では、特定の物語にしか登場しないアイテムに注目します。88、フォン・ヘルダー作の空気銃。空き家の怪事件で、ジェームズ・モリアーティ教授の右腕、セバスチャン・モラン大佐が所有する空気銃です。フォン・ヘルデン作でダムダム弾を発射できます。劇中に登場する衣装や大道具、小道具は歴史考証家を監修に招き、残されているものは本物を使い、存在しないものはスタッフが一から作っています。この空気銃は存在しなかった架空の小道具の一つです。劇中ではモラン大佐が 221B の反対側の空き家からホームズを狙撃する場面で使われます。携帯するときは本体とスティッキに分けられています。スティッキの柄の部分を取り外します。黒い部分がバレルになります。渦ではうまく再現できませんでしたが、バレルは六角形だと思われます。ベルトを外して銃本体を取り外します。弾を込めるときに使う棒とハンドルも取り外します。弾をバレルに押し込みます。奥まで届いたら棒は引き抜きます。本体にバレルを取り付けます。この時、弾が落ちないように本体を上に向けバレルをねじ込みます。本体側面の突起にハンドルをつけ、のの字に回します。これで真鍮のパイプを通り、木製ストックに埋め込まれたシリンダーに圧縮空気が溜まります。バレルの先端、すなわちステッキの先端を外します。これを取らないと暴発します。仕組みはわかりませんが、フリントロックハンマー、撃鉄を引き、狙いを定めてトリガーを引いて発射します。おそらく弾を込めるのにバレルを外す必要があります。見た目はアンティーク調でかっこいいのですが、使い勝手は悪そうです。最終的にはスコットランドヤードの博物館に保管されます。ちなみにガイ・リッチー監督の映画シャドウゲームのモラン大佐はカスタムされたマティーニ・ヘンリースナイパーライフルを使用しました。89、卓上鏡、4人の署名。4人の署名でホームズの机に置いてある卓上鏡、風鈴かな？正面から見ると卓上鏡の前に丸い宝石みたいなものと左右にある光を反射させるプリズムが吊るされた支柱があります。ホームズがメアリー・モースさんに日付を聞いた後、振り返って寝室に向かう際、横からこれを眺められます。これにより、中央の卓上鏡と左右の装飾品が分離しているとわかりますが、中央の宝石みたいなものと一本のプリズムは、卓上鏡の支柱から前方に付けられていると思われます。鏡を見る際に邪魔となり、存在する意味がわかりませんが、中央の卓上鏡は4人の署名よりも前の第4シーズン、ウィステリア層でも確認できます。メアリー・モースタンが訪ねてくる前、ホームズは34、実験用テーブルの椅子に腰掛けますが、この時、食台みたいなものの上に、卓上鏡の下部についている宝石みたいなものが置かれています。渦の赤い矢印の場所です。さらに、毒屋に倒れる兄のバーソロミュー・ショルトーの部屋に、卓上鏡のプリズムが吊るされています。90、サモアール、湯沸かし器。犯人は2人で風呂上がりのホームズのためにホットドリンクを作るワトソンが使用する給茶器です。
ロシア、スラブ諸国、イラン、トルコなどで湯を沸かすために使われた伝統的な容器です。渦は再現率が低いですが、サモアールで画像検索すれば金や銀の美しいサモアールを見つけられます。ぜひともそちらを参考にしてください。91、蓄音機。第5シーズンのレディ・フランシスの失踪、諏訪橋の謎、ショスコム層、孔明の依頼人、ハウ人で、47、ネストテーブルの上に置かれているグラモフォンです。劇中に登場するのは、円盤式のレコードを水平ターンテーブルに乗せて再生する装置です。晴天ではマザランの宝石で、近頃蓄音機という素晴らしいものが発明されましたよ、とあります。物語では自分で録音して再生します。残念ながらグラナダ版マザランの宝石では聖典の3人のガリデブと物語が合体しておりグラモフォンを使用する場面はありません。第5シーズンでもグラモフォンが 221B で使われる場面はありませんが、孔明の依頼人でオーストリアの殺人者グルーナー男爵が自宅でレコードを再生する場面があります。92、喫煙する猿のおもちゃ。ハウ人の最後に登場するからくり人形、劇中では台座のネジを巻き、水タバコの壺に両切りタバコを刺して動かしています。ターバンを巻いた人型の人形を多く見つけられますが、劇中に登場する人形は鼻の下が盛り上がっているため、お猿さんと思われます。若返るためにプレスベリー教授は猿から血清を作りました。犠牲になったお猿さんを思いやり、最後は愛らしいお猿さんのからくり人形で締めくくったのかもしれません。なお、この人形はオルゴールでもあり、音楽は差し替えられていると思われます。劇中で使われた人形と同じ品が海外のウェブサイトに掲載されています。サイズは高さ33センチ、台座 20.3 センチの正四角形とあります。画像検索する場合は、アンティーク、スモーカー、オートメーションなどを組み合わせればいいでしょう。ゼンマイとオルゴールが仕込まれた台座は他の作品でも多く見られ、汎用品なのかと思いましたが、パリの職人、ジャン・ファーカス氏の作品なのかもしれません。95、フェズ、トルコ帽。フェズ、フェス、ファーズ、ダルブーシュ、トルコハットなどの呼び方がありますが、日本ではトルコ帽と呼ばれ、モロッコの伝統的な民族衣装の一つです。原作にはありませんが、第3シーズン空き家の怪事件で、帰還するホームズの手土産として登場します。なお、土産は他にもありますが、判別できません。ワトソンが被るのは一度だけで、モリアーティ教授の右腕、セバスチャン・モラン大佐が、ロナルド・アデア閣下を殺害した動機を語るときです。額に入れて壁にかけられた94、チャールズ・ゴードン将軍の絵と関係があると思われます。97、吸血鬼の牙。ホームズがベッカムの歯医者に作らせた吸血鬼の牙。サセックスの吸血鬼にて、振り向きざま、カーと叫んで、ワトソンを驚かせます。この物語で使われている牙は前歯の左右1番が牙になっていますが、一般的には左右3番の剣士が牙になっています。なお同物語では、96、万年デスクカレンダーの上に置かれ、ワトソンが持ち上げます。99、ナポレオンの胸像。6つのナポレオンで重要なアイテムとなるナポレオン・ボナパルトの石膏胸像、フランスの彫刻家ドゥビーヌ作、大理石で作られたナポレオン像の複製から鋳型が作られ、ステップニーの彫刻工場ゲルダー商会が製造しました。通常は装飾なしで販売されていますが、モーサ・ハドソンの注文で特別に色が付けられています。6対1組で製造され、卸価格は6シリング、希望小売価格は12シリングかそれ以上となります。原作では色に関する言及がなく、モーサ・ハドソンの店に3体、ケンジントンのハーディングブラザーズに3体が降ろされました。6つのナポレオンは全て破壊されますが、最後の1体はサンドフォードから10ポンドでホームズが買い取ります。サンドフォードは15シリングで購入したので、ホームズは約13倍の価格で買い取ったことになります。ナポレオンの胸像は渦の白いマントルピースに置かれ、後に実験道具が片付けられた34テーブルの上で破壊されます。劇中ではサンドフォードが居間に入ってから約2分30秒後に破壊されるため、 221B の必須アイテムとは言い難いです。劇中で使われたナポレオン像は過去に海外オークションで取引された形跡があります。追記、2018年6月1日、私はミュージアムイレーサー早い話がナポレオンの胸像の形をした消しゴムを6個購入しました。
100均ショップのディスプレイボックスとウッドパッキンを使用して、グラナラテレビの6つのナポレオンにちなんだインテリア雑貨を作りました。非常にくだらない趣味ですが、ビデオを制作したので、興味のある方は動画をご視聴ください。100、青い光玉。コスモポリタンホテルでモーカー伯爵夫人の宝石箱から盗まれた青い光玉。中国南部のモアイ川の川岸で発見され、カーバンクルのあらゆる特徴を備えながら、ただ一つ、赤ではなく青いため有名になりました。劇中のセリフと聖典の記述から。ブルーカーバンクルは青い光玉の他に、青いガーネット、青いザクロ石とも呼ばれています。劇中で使われた青い光玉の形は、ペアシェイプ、ティアドロップ、あるいは単に雫型、ドロップ型と呼ばれるもので、大きさは 30mm×20mm ほどだと考えられています。小説には、この40グレインの炭素の結晶とあるので、1グレイン 0.0648g で、40をかけると 2.592g です。1カラットは 0.2g なので、青い光玉は約13カラットになります。比重により一概に言えませんが、13カラットのペアシェイプ型ダイヤモンドの大きさは 18mm×13mm ほどです。実際のガーネットはダイヤモンドより大きく 20mm から 15mm くらいだと思われます。報奨金の1000ポンド、今の価値で2400万円は、市場価値の20分の1にも満たないと言っていることから、価格は2万ポンド、今の価値で4億8000万円以上と思われます。101、デリンジャー。一定期間だと思われますが、今の中央の窓の前に置かれた28、シャーロックの机の引き出しには、第9話ギリシア語通訳で、列車内でウィルソン・ケンプからマイクロフトが奪い取った銃、デリンジャーが保管されています。第13話最後の事件でフランス遠征から戻ったシャーロックは、勲章を引き出しにしまう際、モリアーティ教授の足音と、それを制止しようとするハドソン夫人の声に気がつき、アイリン・アドラーのフォトケースの上に置かれたデリンジャーを持ち、ガウンのポケットに突っ込みます。その後、モリアーティ教授にガウンのポケットで銃をいじるとはとても危険だと言われ、シャーロックはポケットから手を引っこ抜き、デリンジャーの撃鉄を起こして、いつでも撃てる状態にして、そっと25ラウンドダイニングテーブルの上に置きます。ホームズもワトソンも自分のピストルを持っているため、デリンジャーは押収品と思われます。このような小さな銃をデリンジャーと呼びますが、正確な名称は、The Sharps and Hankins 4 Shot Pepper Box Pistols です。銀色のバレルを前にスライドして弾を4発入れます。1859年から1874年の間に生産され、ガイ・リッチー監督作品、シャドウゲームでは、女装したホームズが列車の中に持ち込みます。ホームズとワトソンが寝そべりながら、この銃をワトソンに渡し、敵の銃撃で開いた穴にめがけて撃ちます。シャープスモデル 1A ペパーボックスで画像検索すればいいでしょう。チャプター10、3階、ワトソンの寝室と浴室。チャプター10は2015年4月11日に公開したベーカー街 221B の間取りのおまけとして作成しました。221B の平面図は2010年4月4日に公開しましたが、コメントによるご指摘で誤りを修正すべく、新しいページの制作が始まりました。セットの建具、家具、小物などを調べ、図を作成するのに4ヶ月を費やしました。2次元の平面図では表現に限界を感じ、俯瞰図に変更して全てのアイテムを追加した 221B2 階の間取り図が完成しました。そして2015年11月、コメント欄で犯人は2人のバスルームが話題になり、3階の間取りに関する問題提起がありました。これまで私は3階の間取りを調べることはあえて避けてきました。2階のセットは今からホームズの寝室、廊下、階段を観察でき、家具はともかく間取りを把握するのは容易でした。しかし3階は主となる部屋を特定できず、ワトソンの寝室、バスルーム、さらにはドレッサーがある部屋の動線を確認できません。例えば多くの家具やアイテムは劇中で表面が見えても役者が持ち上げたり配置が変更されない限り反対側を確認できません。つまり 50% は想像に頼ることになりますが、アンティーク家具やアイテムの類似品を探すことで、限りなく 100% に近い答えを探せます。しかし、間取りは目で確認するしかなく、100% 不明な部分を 100% 想像することが楽しいのか虚しいのかわからない状況に陥りました。
それもそのはず、片方に謎があるのは慣れていますが、両方にあるのは面倒すぎます。このページでは劇中で確認できる情報をもとに作成した平面図と多くの部分を想像に頼った俯瞰図を掲載いたします。私の3階の間取り図は完成しておらず、掲載する内容は間違っているかもしれません。コメントをいただければブルーレイを参考に確認いたします。メニューは以下。1、階段の欄干、腰壁、壁の話、すべて想像。2、3階の基本情報。3、ワトソンの寝室。A、マダラの紐。B、入院患者。C、修道院屋敷。謎のドア B を掘り下げる。D、その他。E、ワトソンの寝室、平面図。F、ワトソンの寝室の場所。4、バスルーム。5、ワトソンの寝室とバスルーム。プラン1、プラン2。6、ワトソンのドレッサー。7、終わりに。1、階段の欄干、腰壁、壁の話、すべて想像。ワトソンの寝室やバスルームの間取りを調べる前に、階段の欄干、腰壁、壁がどうなっているのかを考えてみましょう。グラナダテレビで主に使われるセットは物語上の2階です。日本での1階をイギリスではグランドフロア、2階をファーストフロア、3階をセカンドフロアと呼ぶそうですが、このページでは日本の数え方に慣れます。2階の階段は13段で、ホームズが這う人で途中まで登りますが、3階に登りきるシーンはありません。2階で注目すべき柱は、階段の2段目にある柱、ア、と、ホームズの寝室側にある柱、イ、です。柱、イ、は、ホームズの寝室と居間を区切る壁が廊下に突き出た状態です。この階段は螺旋階段のように3階から1階まで見下ろすことはできません。この2本の柱より手前の天井は3階の床として塞がれています。渦は3階の天井の一部を透明にして3階における2階の柱、ア、柱、E の重要性を強調しています。ちなみに1階の階段は12段で5段目に柱があります。1階から2階に上がるシーンは第5シーズンの犯人は2人と未婚の貴族で確認できますが、高さに矛盾があります。12段では2階の床の高さに達しません。2階の階段は上部が見える物語もありますが、そもそも3階が作られていないので、深追いするのはやめましょう。3階には落下防止の欄干が設置されている可能性があります。そうであるならば、階段付近にドアがあり、なおかつドアが開いている場合、中から欄干が見える可能性があります。渦の赤矢印がドアの向こう側の部屋から階段側を見た時の視線です。階段の欄干が見えるはずです。しかし3階と思われる映像に欄干、腰壁が映る場面がありません。とすると階段付近に部屋がないか、欄干ではなく壁になっている可能性があります。この場合、室内から開かれたドアの先を見ただけでは階段付近か否かを判断できません。もちろん、ドアから見える壁の奥行きを考えると、部屋か廊下の区別は可能と思われます。まとめると、部屋からドアの先にヒントを得る場合、欄干の方が確認が容易です。煙突にアクセスするために屋上への階段があるならば、なお確認するのが容易と思われます。もし壁で塞がれていた場合、部屋の場所を絞り込むのは困難です。2、3階の基本情報。2階の間取りから3階の輪郭を想像するのは容易です。さらに美しき自転車乗りでお店116の角から 221B 側を仰角で撮影しているため、 221B の外壁と屋上の煙突を確認できます。3階のベーカー街側には2階の居間と同じく窓が3つあります。 221B 両隣の建物は 219WH ダーウェイ本屋さん、223の民家で、いずれも3階建てのため、両隣に窓がないこともわかっています。ベーカー街のセットに作られてないと思われますが、221B の裏側に窓がいくつあるのかは不明です。渦は2階の部屋割りを残してあり、3階の間取りを想像するのに役立つかもしれませんが、固定観念が邪魔になるかもしれません。そして2階と同じ位置に窓を設置したのがサズです。さらに2階の部屋割りを削除したのが渦です。内側の黒い線を消すと、建物の裏に窓が3つあると仮定しても問題ありませんね。このページでは渦の空白を使って
ワトソンの寝室やバスルームの場所を探します。3、ワトソンの寝室。 221B の2階には廊下、居間、ホームズの寝室の3つの空間がありました。ではワトソンはどこで眠っているのでしょうか。答えは3階です。ボヘミアの醜聞で居間を追い出されたワトソンは3階に向かいます。踊る人形で夜明けに電報を受け取ったホームズのもとにワトソンが何事だと言って3階から降りてくる場面があります。全41話中、ワトソンの寝室を確認できるのは、マダラの紐、入院患者、修道院屋敷の3話だけです。それでは、ワトソンの寝室に関する情報を集めましょう。A、マダラの紐。マダラの紐には、ワトソンがホームズに起こされる場面があります。ホームズの背後には、寝室の角が見えます。渦の壁 B と壁 C の角。さらにワトソンのベッドと時計が置かれたサイドテーブルを確認できます。ホームズに起こされたワトソンの目線を確認すると、ホームズが立っている場所がわかります。ホームズを撮影するカメラの向きは渦の赤矢印で、寝ているワトソンを撮影するカメラの向きは青矢印です。この部屋は明るいので窓があると思われますが、それを確認できません。しかしホームズの背後の壁に鏡がかけられており、窓が映り込んでいるのを確認できます。カメラの角度が正確にわからないため、入射光と反射光からの渦の壁 C に窓があるのか、壁 D に窓があるのか、私には判断できません。実はこのページを作成するまで、私は渦の壁 D に窓があると思い続けていました。下書きを終えた後、壁 C に窓があると考え直しました。全部やり直しです。そして窓の数もわかりません。その後、ヘレン・ストーナーとホームズが待つ2階の居間に移り、マダラの紐から得られる情報は以上です。青と赤の矢印から伸びる青い三角形の範囲以外は四角なので、自由に想像すればいいでしょう。B、入院患者。入院患者では、プレシントン邸から帰ったホームズとワトソンが、2階の廊下で少し話した後、ホームズは2階の寝室へ、ワトソンは3階に向かいます。翌日、電報を受け取ったホームズがワトソンを起こす場面から渦を作成しました。カメラは82ハンセン模型の手前、壁 D から赤い矢印の方向を撮影しています。ハンセン模型の船首から船尾を丁寧に映しますが、場面が切り替わらないため、渦の壁 D 側から壁 B を確認するだけになります。とはいえ、今回は寝室のドアを壁 B に確認でき、内側に開けられているため、その先の壁 E も確認できました。壁 E には絵が飾られており、階段の欄干は見えません。この壁 E は部屋と呼べるほど奥行きがなく、1階と2階の廊下と同じ壁紙が使われています。また壁 A、ベッドの隣に食台が置かれた何かを確認できます。光は壁 C 側から差しており、まだらの紐の情報を重ねると、壁 C に窓 B があるのかもしれません。A、まだらの紐の図を参照。また、廊下にも同じ方向から光が差しており、窓があると考えられます。C、修道院屋敷。ワトソンを演じる俳優がエドワード・ハードウィックさんに交代した第3シーズン、最初の撮影となったのが修道院屋敷です。開いたドアの先の絵に変更はありませんが、ベッドの頭上、渦の壁 A にドア B があります。マダラの紐では壁 A を確認できませんが、入院患者ではドア B が存在しないことを確認できます。ここ重要。また、月明かりが壁 C の方から差し、入院患者の条件と一致します。なお、廊下の光は暖色で、月の明かりではありません。もちろん屋内セットなので、すべて照明の光です。ドアの前にベッドを置いて通れなくする理由がわかりませんが、ボヘミアの醜聞でワトソンが旅行から戻った時、1階のドアの前にホールスタンドが置かれています。ホールスタンドとは、ステッキと傘置き、帽子掛けと鏡がついた家具で、これが1階のドアの前に置かれていて、ドアを使えなくしています。なので3階のワトソンの寝室のドアを潰してベッドを置く可能性も十分にあります。
ちなみに犯人は2人では、1階のホールスタンドとチェストの位置が逆になり、ハドソン夫人の生活スペースに通じるドアが開かれています。どうしても理解できなければスタッフのミスだと片付けられますが、廊下に飾られた絵を統一したスタッフがそんなミスをするとは考えられません。このドアには裏の物語があるのかもしれません。矛盾を解消するためにワトソンの寝室の場所に変更があったと考えるのが自然です。新しくドアを作り、その前にベッドを置いて通れなくする、そんなはずはないでしょう。謎のドア B を掘り下げる。第一シーズンのまだらの紐、第二シーズンの入院患者と物語が進み、第三シーズン修道院屋敷までの期間に何があったのか。ヒントは第二シーズン最後の事件から第三シーズン空き家の怪事件までの空白の3年間にあります。グラナダテレビ版ではワトソンとホームズの同居期間が原作とは異なります。私はグラナダテレビ版のその期間を探求したことはありませんが、暖炉の上の68パイプスタンド、ワトソン用の有無で判断できる物語もあります。 1. 部屋が移動されたと考えるならば、ワトソンが 221B を去った最後の事件の後、ハドソン夫人が寝室を他の目的に使っていたと仮定します。そして空き家の怪事件でホームズとワトソンが戻った時、空室をワトソンの寝室として代替したと考えられます。ハドソン夫人はホームズが不在の期間もホームズの兄マイクロフトから家賃収入を得ていました。故に2階の居間とホームズの寝室は資料保全を目的に第2シーズンの状態を維持していました。しかし存命不定ならまだしも、開業医のワトソンの家賃までマイクロフトが支払うとは思えませんし、それを感受するワトソンとも思えません。なのでハドソン夫人が3階の寝室を何かに使ってしまったというわけです。 2. 部屋を移動せず単純にドアが追加された可能性もあります。その理由はやはり空白の3年間にワトソンが寝室として使っていた部屋をハドソン夫人がリフォームして他の目的に使ったと仮定します。リフォームの際、ドアを追加して隣の部屋、あるいは廊下へのアクセスを可能にしました。しかし、空き家の怪事件でホームズとワトソンが 221B に戻ったため、リフォームした部屋を再びワトソンの寝室として使うべく、家具を元の位置に戻しました。こう考えると、修道院屋敷でドアの前にベッドが置かれていても納得できますよね。え？もちろん、すべて私の想像ですよ。3.あえて物語に入り込むのをやめ、2つのドアの位置から2階のホームズの寝室のセットを流用しているのかもしれません。 D. その他。ワトソンの足をくすぐって起こすシーンもありますが、それはネビル・セントクレア邸での出来事です。まだらの紐、入院患者、修道院屋敷以外にもワトソンの寝室を確認できるかもしれませんが、私の記憶にあるのは3つの物語です。コメントをいただければ指摘をもとにブルーレイを確認いたします。 E. ワトソンの寝室、平面図。3つの物語の情報を合わせて渦の平面図が完成しました。光が差し込む方向から壁 C に窓 B があると判断、壁 B の鏡に映り込むため、そして窓 A を無視しました。壁 A のドアB も無視できますが、これは先に書いたように適当な解釈が見つかったので条件に含めることにしました。 F. ワトソンの寝室の場所。この条件が合う場所を渦から探したところ、寝室 A と寝室 B の2箇所を見つけました。ベーカー街側の寝室 A には窓が2つあります。鏡の反射で確認できたのは一つだけですが、一つだけとは限らないので、この間取りを考えられました。寝室 A では家具が見えなくなるので閉ざされたドアを省略しましたが、追加しても矛盾は生じません。寝室 B はホームズの寝室の真上になります。ホームズとワトソンが家賃を折半するわけですから、寝室の大きさが同じと考えるのは自然です。サズのワトソンの寝室にある2つのドアは渦のホームズの寝室の位置と似ています。このことから修道院屋敷でホームズの寝室を流用したのかもしれません。この説は謎のドア B を掘り下げるで取り上げました。いずれの場合もドアを出た場所に窓があり、日の光あるいは月の光が差し込む条件を満たしています。
ちなみにサズの閉ざされたドアの上部は画面に映らないためステンドグラスの有無を確認できません。当初は帆船模型側に窓があると仮定したためサズと渦のプラン A、B、C の3つのプランがありました。それは映像から光が差し込む方向を正しく観察できていなかったのが原因です。4. バスルーム。劇中でお風呂を確認できるのは青い光玉、光明の依頼人、犯人は2人です。 221B のバスルームを確認できるのは犯人は2人だけで、バスタブにシャワー装置がついたキャノピーシャワーバスと呼ばれるビクトリア調のバスタブが使われています。私は猫足バスタブの存在は知っていましたが、シャワーが合体したバスタブを知らなかったので、映像からそれを認識するまでに時間を要しました。最初は画面右端にセットの裏が映っていると思いましたが、お湯が飛び散らないようにガードするシャワーウォールの裏でした。劇中では上部のシャワー部分は見えません。類似品のサイズは幅188センチから220センチ。奥行き87センチ、高さ193センチから245センチです。キャノピーシャワーバスで画像検索すればいいでしょう。日本の風呂事情とは異なり、絨毯の上にバスタブがあります。当時は入浴剤のバブルバスに勢いよくお湯を注ぎ、泡立たせ湯船の中で体を洗います。泡風呂にゆっくり浸かり、泡のついたままバスローブを巻いて入浴を終えます。ゴシゴシボディタオルで体を洗うわけでも、体を流すわけでもないので、絨毯にお湯が飛び散りません。犯人は二人では、ホームズがバスタブに浸かり、石鹸で体を洗っています。ボディタオルは使っていません。キャノピーシャワーバスなので、最後は湯船に足が浸かったまま、体についた泡をシャワーで洗い流せます。そのシーンはありません。ウェブサイトでアンティークのキャノピーシャワーバスを探したところ、1890年代の商品も見つかりました。原作、恐喝王ミルバートンの時代設定は、1899年1月5日から14日となっているため、時代考証をもとにキャノピーシャワーバスが選択されたのでしょう。キャノピーシャワーバスには、お湯と水を切り替えるハンドルがついており、当時考えていたよりもビクトリア朝の風呂事情が進化していると判断しました。221B は都会にあります。メイドがお湯を沸かし、浴槽に湯を満たす重労働を考慮する必要がなくなりました。2階のホームズの寝室では77、洗面台で78、水入れと器を使っていたので、221B の水道設備は古いものだと考えていました。犯人は二人の入浴シーンを参考に平面図を作成しました。キャノピーシャワーバスは斜めに設置され、背後に窓が一つあります。ワトソンが行き来する映像がありますが、この場所はバスルームからドアの外を撮影しています。その根拠は手前にキャノピーシャワーバスの切り替えハンドルが映るからです。最初は窓際からネクタイを締めつつドアを横切り、渦の1、次にジャケットを羽織りながら戻ります。渦の2。ワトソンの奥には縦に線が入った何かを確認できます。ブルーレイの画面をデジカメで撮影した後、PC に取り込みコントラストを変更して調べました。しかし縦線がドアなのか曲がり角の突き当たりなのか、間仕切りカーテンが中途半端に開いているのか、あるいは影なのか、写真からは判断できませんでした。私の固定観念が邪魔して縦線をうまく解釈できません。間仕切りカーテンが思い浮かんだ理由は、100ポンドで競り落としたアテナの胸像を居間の暖炉の前で壊した際、ハドソン夫人が1階で天井を見上げます。この時、階段の手前に間仕切りカーテンを確認できました。こんな感じのカーテンがバスルームのドアを開けた場所にあるのかもしれません。渦の壁 A に一つだけ窓が見えますが、壁 A と壁 B の角が見えません。さらに画面右端は、高さ193センチから245センチほどあるシャワーウォールに隠れ、天井が見えません。つまりその背景にもう一つ窓があっても確認できませんし、壁 B と同じく壁 C も確認できません。おそらくこのセットには壁 B と壁 C は存在していないのだと思われます。撮影の都合上。つまりこの部屋を広げるのも縮めるのも視聴者の想像次第です。例えば壁 C にドアがある可能性もあります。
平面図を参考にすると、ベーカー街側の浴室 A が当てはまります。壁 A の窓 A から壁 A と壁 D の角までの距離、角からドアまでの距離を考慮した結果、渦の非常に狭い浴室が完成しました。もちろん壁 D を延長して、壁 C を広げて、縦長の部屋にしてもいいでしょう。劇中で四角の部分です。青矢印の1と2は劇中のワトソンの足取りを示しています。ベーカー街側の浴室 A の壁 C を延長して壁 D を手前に移動したのが浴室 B です。壁 D にはドアがあるのでこれ以上は壁 E 側に移動できませんが、浴室 A より広くなり窓が2つになりました。窓 A と窓 B。ベーカー街側の窓の位置は劇中で判明しているので変更できません。浴室の横幅を広げる場合は窓の問題を解決する必要があります。劇中では窓 B だけが見え、窓 A はキャノピーシャワーバスの後ろに隠れていたと仮定すれば、浴室 B の間取りも通用します。赤矢印はカメラが撮影した方向です。いずれにしても寝室にいるワトソンと会話をするためにホームズは浴室のドアを開けたまま入浴しています。浴室のドアは窓際に近いことを劇中で確認でき、そのドアをネクタイを締めながら横切り、サズとウズの青矢印1、ジャケットを羽織りながら再び窓際に向かいます。サズとウズの青矢印2。その後ワトソンは2階の居間に移動して金色の90サモアールでお湯を沸かします。この浴室 A と浴室 B の場所だと、ワトソンの行動に違和感があります。そもそもワトソンが歩いている場所は廊下なのか、脱衣所みたいな場所であろうか。浴室のドアには入浴中のホームズの衣類がかけられており、あの浴室は脱衣所も兼ねていると思われます。浴室 A の対角線上、2階のホームズの寝室の真上が浴室 C になります。浴室 A よりも広く、200センチ以上のバスタブの他に、ワードローブやドレッサーなどを置く空間があります。窓の数は劇中と一致しますが、角 A から窓、さらに角 A からドアまでの距離に違和感が残ります。渦は角 A からドアまでの距離を1メートルに設定しましたが、劇中では限りなく角 A に近い場所にドアがあります。しかし浴室 C はワトソンの行動に説明がつきます。ネクタイを締めながら青矢印1の方向へ歩くのは寝室に向かうためと仮定します。クローゼットからジャケットを取り、それを羽織りながら2階に向かいます。青矢印2。なお浴室のドアから見える縦線は階段部分の何かと仮定します。ここ適当です。浴室 C の真下に位置するホームズの寝室には不自然な斜めの壁が存在します。その壁は空き家の冒険でハドソン夫人を抱きしめるホームズのシーンで確認できます。ここに配管が埋め込まれていると考えると、その上にバスルームがあるのは自然です。221の裏や1階のセットで地下に行ける階段を確認できないため、地下の有無は不明です。もしブルース・ファンディントン設計書でホームズとワトソンが押し入ったコールフィールドガーデン13番オーバーシュタインのような地下への階段が外にある建物なら、窓から太陽光が入る条件を満たした部屋を地下に仮定しても無理はありません。空き家の怪事件でホームズとワトソンはモラン大佐を待ち伏せするために地下からカムデンハウスに侵入しました。221が向かいの建物と同じ構造であるならば、バスルームが地下にあると仮定しても面白いでしょう。カーテンの時に説明しましたが、犯人は2人で100ポンドで競り落としたアテナの胸像を居間の暖炉の前で壊した際、ハドソン夫人が1階で天井を見上げます。この場面で1階の奥のドアが開かれているのを確認できました。奥の壁に窓はありませんが、2階への階段の真下に地下への階段があると考えてもいいでしょう。私は長い間、1階の奥にドアがあることを気づきませんでした。4人の署名で、ベーカー街イレギュラーズが勢いよく飛び出した際、呆れ果てるハドソン夫人の奥にそのドアを見たのが初めてです。その時、ドアの奥は何度かトイレだと予想していました。5. ワトソンの寝室とバスルーム。ワトソンの寝室とバスルームの両方から
3階の間取りを想像します。プラン1、寝室 B と浴室 B を組み合わせたプラン1が渦です。浴室を変更するのは大変なので、修道院屋敷で確認できる寝室の開かずのドアは空白の3年間に取り付けられたと仮定します。さらに浴室 B の窓 A はキャノピーシャワーバスに隠れて見えないと仮定します。光が漏れない理由はカーテンが閉まっていたと考えればいいでしょう。プラン2、プラン1の寝室と浴室を逆にしたのが渦です。ベッドの頭上のドアがないので、まだらの紐や入院患者のワトソンの寝室ですが、修道院屋敷のドアを追加しても成立する間取りです。寝室に窓が一つあることは、まだらの紐の鏡の映り込みで確認できますが、二つ目の有無は不明です。バスルームはワトソンの行動に説明がつく階段付近に設置しました。浴室 C。ワトソンの寝室、浴室、ともに劇中では確認できない死角が存在します。渦の赤い部分です。ここにワードローブやドレッサーがあると仮定しても面白いでしょう。寝室とバスルームの共通項は劇中で窓が一つあると判明していることです。故にどちらの部屋にも都合がいいのはホームズの寝室の真上です。渦では浴室 C がその場所です。しかし壁からドアまでの距離に違和感があるため、プラン1が妥当なのかもしれません。ホームズとワトソンの寝室の大きさを同じにして、共有スペースであるバスルームを広くしました。まずはここまで場所を絞り込めてほっとしております。そして一人終わりの妄想にお付き合いいただきありがとうございます。それでは最後の問題に取り組みましょう。6. ワトソンのドレッサー。犯人は二人にはバスルームのほか初めて登場するドレッサーがあります。ミルバートン邸を偵察した後、221B に戻ったホームズとワトソン、画廊の招待状を入手していないと心配するワトソンが鏡に向かって白い蝶ネクタイを締めています。このドレッサーの全体を確認できないため、下部はホームズの寝室にある81スコティッシュチェストを代用して再現したのが渦です。おそらく鏡の部分を持ち上げて移動できます。ワトソンは直立の姿勢で鏡に向かっているため、ホームズの寝室にある72ダッチェストドレッシングテーブルとは判別できます。やや背が高いチェストの上に鏡が置かれていると判断するのが妥当でしょう。2階の間取りと家具は判明しているため、ドレッサーの場所は1階か3階に絞れます。ホームズが配管工に変装して外出する際、ドレッサーを離れたワトソンが2階から玄関を覗きます。これにより1階の可能性がなくなり、ドレッサーは3階にあることがわかります。その後ワトソンは3階に戻ろうとしますが、ホームズの散らかした居間に向かいます。そのシーンを平面図にしたのが渦です。ドレッサーに向かうワトソンの右後ろ、赤矢印から撮影されており、鏡にはネクタイを結ぶワトソン、背後の壁、額縁が映り込んでいます。鏡に映し出された範囲は赤い半円のあたりです。ホームズの返答がないことに気づいたワトソンは、カメラを左に避けながら青矢印の方向に歩き、2歩で背面の壁に到達します。その姿は鏡に映りますが、向かう先は見えません。結論から言うと、壁と光の差す方向だけでは3階のどこにあるのか皆目見当がつきません。ドレッサーが接する壁紙の模様と鏡に反射して映り込む壁紙の模様は同じですが、この模様を他の場所で見たことがありません。1階から3階の廊下で壁紙が統一されており、この模様とは異なります。とすると、ワトソンの寝室でもバスルームでもない第3の部屋にドレッサーがあると予想できます。湯気の演出か、バスルームの壁紙を正確に確認できないのが残念です。今回ドレッサーの場所の特定には至りませんでしたが、いくつかの案を紹介します。まず思いつくのがワトソンの寝室で、ホームズの寝室にドレッサーがあるため、そう考えるのは自然です。ワトソンの寝室の間取りで不明な部分は渦の赤い部分です。この場合、寝室の壁紙が修道院屋敷の後に変更されたと仮定する必要があります。寝室 A でドレッサーを置ける空間を考えると、渦の壁、D 側になります。
左から光が差しているのを劇中で確認できるため、寝室で条件が一致するのはここだけです。しかしドレッサーの鏡に窓が映る可能性があり、それを避けられたとしても壁 B にかけられた鏡が映り込む可能性があります。壁 B の鏡を確認できるのはまだらの紐だけなので、空白の3年間に外されていたと考えることもできます。階段に近い寝室 B の場合でも、ドレッサーを置けるのは壁 D の窓際だけです。ホームズの寝室にドレッサーがあるので、ワトソンの寝室にもドレッサーがあるのでしょうか。ホームズの寝室の壁にはたくさんの顔が描かれた絵が飾られています。それはヒゲのデザインを確認するもので、変装時の参考にしていたと思われます。おしゃれの見本として販売されていた絵、あるいは雑誌から抜き取った紙かもしれません。そう考えると、ホームズの寝室に72ダッチェスドレッシングテーブルがあっても納得できますが、変装必要がないワトソンの寝室にドレッサーがあると考えなくても良さそうです。寝室以外にドレッサーがあるとすれば共有スペースかもしれません。例えば浴室 B を参考にした場合、光の差す方向と鏡に映る壁を考慮すると、渦の浴室を出た廊下があります。赤い矢印はカメラが撮影する方向で、鏡に映り込む壁は赤い半円のあたりではないでしょうか。ワトソンは振り向き、カメラを左に避けて歩き出します。ちなみにバスルームのシーンで閉ざされていたと仮定した窓 A のカーテンがこの時は開けられていたと考えるならば、バスルームにドレッサーがあると考えられなくもありません。ワトソンが向かった先にドアがあったと仮定すると、浴室の隣に脱衣所のような個室が作れます。この第3の部屋だけがドレッサーのシーンで確認できる壁紙だったのかもしれません。もちろん浴室 B も想像であり、建物の構造上、窓から差し込む光をフロアの中心に取り込むため、ここを壁で塞ぐかは疑問です。2階の間取りがどうしても頭から離れません。ドレッサーの話からそれますが、光を取り込むことを考えると、浴室 B の壁 C にもう一つドアがあるかもしれません。ただしバスルームのドアの先に見えた縦線が何なのか未だ説明できません。浴室 C の場合、階段付近にドレッサーがあると仮定すると、ホームズの返答がなく、ワトソンが階段を降りていく方向と一致します。2階で配管工に変装するホームズと会話をしていたと仮定すると、なるべく声が通るルートを探す結果、階段付近にドレッサーがあると考えたくなります。しかし第2の結婚で2階の居間から1階のホームズをルーカスのところへかと呼び止める際、ワトソンは大きな声で叫びます。それはホームズを必死で呼び止めようとする演技かもしれません。しかし犯人は2人にて、3階と2階で会話をするにしては、ドレッサーの前のワトソンの声は小さすぎます。ワトソンの声はまるで同室にいるホームズ、あるいはドアを開けた先にいるホームズと会話をする音量です。であるならば、ホームズは3階にいたのかもしれません。入浴中？しかしホームズが3階にいたのであれば、階段付近にドレッサーがあり、そこにワトソンがいる設定に無理が生じます。なぜならば、ホームズが2階へ行くとき、ワトソンとすれ違うからです。ワトソンといえども、後ろを通ったホームズに気づかないとは思えません。おバカさんなブリタンニクスならありえますか？以上のことから現時点で結論するのは早計と判断しました。バスルームは3階にあったとしても、ワトソンの寝室の他に部屋が存在する空間はあります。壁紙から判断すると、あのドレッサーは第3の部屋にあると考えるのが妥当です。そこから浴室のホームズに話しかけていたのかもしれません。修道院屋敷と犯人は2人の間にワトソンの寝室の壁紙が変更されたと仮定するならば、再びワトソンの寝室に話が戻ります。ワトソンが寝室 A のドレッサーの前にいると仮定します。浴室 C で何かをしているホームズに話しかけています。ホームズは用事を済ませて階段を降ります。渦の1、返事がないホームズに気づき、ワトソンが寝室のドアに向かいます。渦の2から3、この場合、反対側の壁にかけられた鏡は取り外されていることとします。しかしこの仮説は今にある変装の形跡を説明できません。2階で変装していたと考える方が自然です。2階で変装を済ませてから3階の浴室に行き、ワトソンに話しかけられ、会話が成立していたのかもしれません。その後、ホームズが3階から1階へ直行したと考えれば、
ワトソンの小さい声と散らかった今の説明がつきます。7、終わりに。ホームズの寝室の真上が広さ、窓の数、ともにワトソンの寝室とバスルームに都合がいいことが分かりました。情報が少なくドレッサーの場所が分からないのはともかく、バスルームのドアの外に見える縦線を断定できないのが悔しいです。壁の亀裂、角、2枚の壁の遠近によるもの、間仕切りカーテンが中途半端に開いた状態などを考えましたが、固定観念が邪魔してそれ以外のものを想像できません。いつの日かふと新しい解釈を思いつくかもしれません。今回調べた限りではワトソンの寝室の間取りを確認できましたが、3階のどこにあるのかを断定できませんでした。画面を見て知り得ない部分は仮説を立て想像を膨らませましたが、Excel で図を作成すると無理が生じて再び仮説を立て直す堂々巡りの20日間でした。しかし犯人は2人を繰り返し確認することで1階の間取りと1階と2階の階段の段数が分かりました。ボヘミアの秋分ではホールスタンドに閉ざされた 221A のドアが犯人は2人では開けられていました。未婚の貴族では霧に包まれたベーカー街に2人を乗せた馬車が到着する前、ベーカー街から 221A の窓にハドソン夫人を確認できます。また廊下の家具の配置が変更され、アーチ状の壁や間仕切りカーテンが追加されていました。 221A のドアが塞がれていた物語があるのでセットとして作られていないと思いますが、もう一つのドアが階段手前の廊下にあると思われます。1階の階段は12段で高さが2階の床に足りない矛盾を見つけました。役者の演技でカバーする気配がないことから原作と同じ折り返す階段を模したのかもしれません。しかしながら2階の廊下の突き当たりに階段らしき段差を確認できません。この矛盾はチャプター8廊下と階段の83階段でも取り上げています。なお2階の階段は13段で2階から3階の床を確認できません。興味がある方は犯人は2人でエストレード警部が手紙を奪還しに来て大佐の部屋から盗まれてといった警部の背景を確認してください。そろそろ終わりにしましょう。2010年7月4日に公開した1枚の間取り図が、2015年7月11日に渦になった理由は、ウェブサイトホームズで遊ぼうビデオとおしゃべりの大人の会のたまじいこと三上様が私のウェブサイトにコメントをしていただいたことから始まります。定期的にグラナナホームズのビデオを鑑賞して議論する会を運営されていました。ある時議論の中で謎のままとなった事象、あるいは劇中で使われない用途不明な小物などの疑問を私のウェブサイトの掲示板に投げかけられました。内心やば、わからんと思いましたが、 221B の間取りを掲載している手前、ネットの情報を夜なべして漁りました。日本語ウェブサイトでもグラナナホームズを扱ったサイトが見つかりますが、物語や俳優、晴天、地理、旅行などに重きを置き、インテリア小物や間取りに関しては注目されていませんでした。面白いので読んでいると、あの小物はどうやって使うのかと疑問を投げかけるページもありました。玉爺様以外にもそう疑問に思う人がいることを知り、なおさら 221B に置かれているアイテムを調べようと思いました。ちなみに私は何の疑問も抱かず楽しくドラマを見ていました。物を調べるとき多用したのが英単語と画像検索です。日本語は書籍で調べられてもネットでは情報が少なすぎます。例えばカルトゥン絵の上にある渦を調べるとき、まず気になった部分の名称を列挙します。ガラス、ポンプ、アンティーク、ビクトリア調など、これを英単語に置き換えて半角スペースでつなぎ合わせるとグラス、ポンプ、アンティーク、ビクトリアになり、これで画像検索します。大量の画像が表示されるので、片っ端から少しでも似ているものを探して、クリックして画像に紐付けられたテキストを翻訳して読みます。そしてバキュームという単語を見つけて、さらにヒットが欲しいので、ビクトリアを消します。すると、グラス、バキューム、ポンプ、アンティークとなり、類似品が見つかります。この探し方を教えればいいのですが、2000年当時と比べ良くなりつつありましたが、2015年当時でも単語の組み合わせによっては
まだグロ画像が表示される場合がありました。年配の方がそれを見ると考えると心が痛いので、調べた結果を返信するようになりました。参考になったウェブサイトは海外のオークションサイトです。類似品のサイズや年代、使い方がわかる時もありました。またアンティーク家具をリペアするフランスの会社も見つけました。使用方法に関しては世界の絵画にもヒントが隠されていました。時には六本木まで出向き、展示物を鑑賞しました。途中から仕事でアンティーク雑貨に携わるようになり、ここで調べた経験が役に立ちました。逆に邪魔だったのはピンタレストと呼ばれるサイトで、ウェブサイトに散りばめられた写真や画像を個人が勝手に収集する仕組みです。テキストを補うために写真や画像を使う場合が多く、通常は画像から詳細にたどり着けます。ところが収集サイトは画像だけを無断で収集するため、何も調べられません。もちろん個人で使用する分には問題ありませんが、検索結果にこれらの収集された画像が表示されても、引用元がわからないので、よく言えばパンくずを集められません。悪く言えば使い物になりません。そんな感じで調べて答えても、玉爺様は次から次へと私に疑問を投げかけました。そして夜なべします。おそらく100回以上コメントをいただいて返信して、メールをいただいて返信してを繰り返しました。その結果、ベーカー街 221B の間取り、グラナダテレビ制作、シャーロック・ホームズの冒険、シャーロック・ホームズ・イン・ MB サポートが完成しました。3階の間取りは未完成で、玉爺様の要望により後から付け足した内容です。5つのシーンだけで間取りを完成させるのは無理でした。劇中で確認できたのは結果的に1階と2階の間取りでした。今では玉爺様が所属するウェブサイトホームズで遊ぼうも、私のウェブサイトシャーロックホームズ in MB サポートも終了しています。まあホームズで遊ぼうサイトは全てコピーを取ってあるので、ローカルでいつでも参照できます。そして私のウェブサイトが終了して早1年、一部の内容をビデオに移行することを思いつきました。その第1弾としてタイトルを少し変更して、グラナダテレビシャーロック・ホームズ・ベーカーストリート 221B 間取りの研究を公開しました。各アイテムの類似品を調べやすくするために画像検索に役立つ英単語を記載しました。写真を見れるので楽しいですよ。私は玉爺様に言われたグラナディアンという言葉が好きです。シャーロック・ホームズが好きな人たちをシャーロキアン、あるいはホームジアンと呼びますが、私はグラナダ TV 版ホームズが好きなので、グラナディアンとなりました。このビデオをグラナディアンに楽しんでいただければ幸いです。そして疑問とインスピレーションを与え続けてくれた玉爺様、ありがとうございました。森ゆき。最後までご視聴ありがとうございました。MB サポートでした。